今日から同居だ。俺の実家に帰ってこい。え？母さんから大怪我をしたって緊急連絡があったんだ。どんな？そこまでは聞いてない。でも家事をできなくて介護が必要なんだと。ふーん、頑張って。えらく人事だな。お前が介護するんだぞ。は？絶対嫌。なんだと？普通はお前の方からぜひ介護させてくださいと申し出るところだろう。私あの人と絶縁してるんだけど、まさかあの時のこと忘れたわけじゃないよね。母さんがお前をいびったのは昔の話だろ。10年前でも私は昨日のことのように思い出せるわ。たった2ヶ月しか同居してないし、大したことされてないくせに大げさなんだよ。私が作ったご飯を捨てる、お茶に洗剤を混ぜる、私の洗濯物にだけ醤油で漬け置きをする、靴に画鋲を仕込む、これ全部大したことないっていうの？昼ドラの嫁はもっとひどいことされるじゃないか。あんなの可愛いもんだ。体重が10キロ減って、カツラが必要なほどの円形脱毛症になったのに。根性が足りないんだよ。お前が病院に駆け込むから別居する羽目になって、俺は迷惑を被ったんだからな。何その言い方。あの時はあの人とは二度と関わらなくていいって言ってくれたわよね。そう言わないと医者が警察に通報しそうだったんで、やむを得ずだよ。そんな、あなたは私の味方だと思ってたのに。過去にいびられたとしても体が悪くなったんだから介護しろよ。しないなら離婚だぞ。そんなの一方的すぎるわ。別居から10年、お前の実家の近くに住んで子供も作って思うようにさせてきたんだ。今後の人生は俺と母さんに捧げて叱るべきだ。私の人生は私のものだし、誰かのためにというなら娘の奈緒に尽くすから。あいつはいらん。は？8歳の子供は介護の役に立たないからな。女は後継ぎにもできないし、ごくつぶしも同然だから捨てろって母さんが言うからさ。本気で言ってるの？施設にぶち込むか、最悪山にでも置いてこよう。あなただって奈緒を可愛がってたのに、どうしてそんなひどいことが言えるの？お前の親にいい顔するためにイクメンパパを演じてただけだからな。そんな、それも今日で終わりだ。次はお前が俺の母さんに気に入られるように尽くせ。そんなのごめんよ。私は引っ越しなんてしないから。もう手遅れだぞ。は？マンションの荷物は全部実家に移動させた。嘘でしょ。いやー、分譲じゃなくて賃貸にしといて正解だったわ。引き払うのも楽だしな。信じられない。すでにお前が帰る場所はうちの実家しかないんだよ。仕事はどうするの？あの家からじゃ私もあなたも通勤に2時間以上かかるのよ。俺は母さんに付き添ってやるために今月いっぱいで仕事は辞める。そんな話聞いてないけど。今言った。お前は2時間かけて通勤して介護も勤め上げろ。むちゃくちゃよ。100歩譲ってあなたが仕事を辞めるなら介護を受け負うべきでしょ。俺はこれからなるべくたくさん母さんとの思い出を作るんだ。余命宣告されたわけでもないのに。お前に拒否権はない。向こう50年はみっちり働いてもらうからな。私が何を言っても無駄ってわけ。その通りだ。そう、分かったわ。観念したか。そこまで言うならやってやろうじゃない。ここまで言わないとやる気にならないなんて、その考え方もこれからしっかりしつけ直すぞ。私はレイカ、35歳です。夫と娘と3人で幸せに暮らしていた日々は今日で終わりました。10年前、私が左利きだという理由だけでイビリオニと化した義母との地獄の毎日が再び幕を開けるのです。あの後、娘を私の実家に預けてから義実家に行くと、運ばれているはずの私の荷物はほとんどなく、最低限の衣類以外は全て義母により捨てられていました。そんな義母がどこを怪我したのかと聞いたら、なんと右手小指を扉に挟んで剥離骨折しただけ。大怪我が効いて呆れますが、私はそのまま同居することに。なぜなら私には大きな目的があるからです。1週間後。前にお前がうまいって言ってた和菓子の店があったろ。私の職場の近くにある。そこでまんじゅう買ってこい。もう帰りの電車に乗って1時間経ってるのよ。今から行っても閉店してるわ。母さんが食べたいって言ってるんだ。土下座してでも店を開けてもらって買ってこい。そんなの無理よ。本当に使えない嫁だな。母さんには買えなくてすみませんとしっかり詫びろよ。分かったわ。自分を戒めるために今日も犬の餌を食べますと言うんだぞ。今日も？
いい加減体が持たない。知るか、3日も連続で母さんの機嫌を損ねたお前が悪い。老人会のババ抜きで負けたとか、雨で洗濯物が乾かなかったとか、私にはどうにもできないことで罰を受けるなんておかしいとは思わない？母さんが勝てるようにババ抜きの練習に付き合わなかったお前が悪い。晴れるように徹夜で天にお祈りしなかったお前が悪い。そういうことださっぱり理解不能だわ。それがわからないなんてまだまだしつけが足りないな。食事は金魚の餌に格下げするか。ごめんなさい、私が悪かったわ。今さら謝っても遅い。まともな飯をもらえるようにもっとしっかり働け。朝は洗濯をして2人の朝食とお弁当を作って仕事に行って、帰ってからは夕飯の支度、お風呂を沸かして家の掃除。これだけやってまだ頑張れって言うの？要領よくやればもっといろんなことができるだろう。私が何かやろうとするたびにお母さんが近づいてきて、定規で叩いたり物を投げつけて罵倒するから、何をするにも時間がかかるの。なんだ今のは母さんの悪口か？あ、いや、そんな口を聞くとは。今まで優しくしすぎたらしい。今日からスパルタで行く。ちょっと待って、バットにムチに道具を揃えておかないとな。何をする気なの？二度と生意気な口を聞けないようにしてやるんだ。帰ったら覚えてろ。3ヶ月後。おい、朝飯も作らずにどこを突き歩いてる？通勤してる。飯を作り忘れていくなんてどこまで間抜けなんだ。すぐ戻って作る。わざとに決まってるでしょ。ほんと頭がパーね。なんだと？お腹が空いてるなら犬の餌でも食べれば。俺にペットの食べ物を食わせようっていうのか？ペット以下の人間が何を偉そうに。おい、クソ様、誰がそんな態度を取っていいって言った？私。この家にお前の意見を言う場はない。一生俺たちの奴隷をやってればいいんだよ。断ったら？離婚だ離婚。言うことを聞かない嫁は捨てると言ったろ。オッケー、役所行ってくるね。え？あんたが私を脅すために見せびらかしてた離婚届が手元にあるから出しとく。いつの間にそんなもの拾ったんだ？毎日毎日断るごとに投げ散らかされていたら拾う機会なんていくらでもあるわよ。待て、今の話だ、戻ってこい。なぜ？そっちが離婚って言い出したんでしょ？そんなことしたらお前は俺と夫婦じゃなくなるんだぞ。本当に俺と母さんから捨てられてもいいのか？いい加減自分たちが捨てられる側だって気づけよ、カスが。え？私が本当に一生あんたらの奴隷でいるとでも？脳みそ腐ってんのか？おい、急になんだよ。そんなことして私に何のメリットがあんのよ。そりゃ我が家の嫁として生涯尽くせることは幸せだろ。大した資産もないボロ屋で汚いバーバーと汚いおっさんと一生過ごすなんて地獄ですが。母さんと俺に向かってなんてことを言いやがるんだ。まだそんなでかい口叩けるんだ？今から私にポイされて惨めな人生を送ろうってのに。それはこっちのセリフだ。バツイチのアラフォー女なんてもう二度と重要ないぞ。もう結婚なんてゴリゴリだし願ったり叶ったりよ。一人で老後を迎えるなんて寂しいぞ。あんたと悲惨な老後を過ごすより一人の方がよっぽどマシ。そんなこと言ったって実際にそうなると寂しさで早々にくたばっちまうぞ。ウサギじゃあるまいし、それに私には可愛い娘がいるしね。そうだ、忘れてた。いやでもなんかあれだ、離婚したらいろいろ不便なはずだ。言い返さなくなったからって無理やりすぎでしょ。あんたが何と言おうと絶対に別れるから。それならきっちり財産分与をするからな。確か貯金が1000万くらいあるはずだろ。それは全て俺たちによこせ。財産分与ってのは夫婦が財産を折半することですけど。お前が一方的に離婚と言い出したんだから500万は慰謝料としてもらう。あのさ、私がどうして3ヶ月もあんたらの奴隷をやってたと思う？は？同居する前に離婚せずわざわざいびられに行ったのはね、あんたにビタ一文も渡したくなかったからよ。どういうことだよ。貯金の1000万はもうないわ、全部使っちゃったから。は？やれ A5 ランクのステーキが食べたいだの、高級な酒が飲みたいだのと私に要求してきたのはあんたらでしょ。それ俺たちの貯金から出したのか？他にどこから出すのよ。お前の給料から出すのが道理だろ。私のお給料はナオの生活費として全て実家に仕送りしてたから無理よ。じゃあ食費だけじゃなくて全ての生活費が？私たちの貯金から出てたの。そんな、
あの貯金はいずれ実家をリフォームするために使おうと思ってたんだぞ。残念ね。でもそのおかげで美味しいものたくさん食べてブクブク太れたんだからよかったじゃない。太った？やっぱり気づいてなかったか。洗面所にある体重計に乗ってみなよ。おい、なんだこれ、20キロも太ってるぞ。故障してるんじゃないのか。そりゃ3食がっつりステーキ 500g とマヨぶっかけご飯食べて夜中までポテチ食べながら2人で映画見てたらそうもなるでしょう。母さんなんか25キロも増えてるぞ。こんなに太ったら服が入らなくなってて気づくはずだってわめいてる。私がこっそりあんたらの服をサイズアップしていったのよ。なんて姑息な。ちなみにあんたらは私にろくな食べ物は与えなかったけど、出勤してる日は毎日お昼に高級レストランのフルコースとか食べてたから。お前には犬の餌を持たせてただろう。あの餌は何軒か先の山本さん家のゴンちゃんにあげてたよ。もちろん飼い主さんに許可もらってね。山本さんってまさか。町内会の会長さん、これ私のお昼ご飯として姑と夫に持たされたんですけど食べられないのでゴンちゃんにあげてもいいですかって言ってね。そんなことしたら俺たちがお前をいびってるみたいに聞こえるだろうが。実際いびってんじゃん。あれは嫁のしつけだ。山本さんに訂正しろ。自分ですれば。言い訳みたいに思われて余計に怪しまれるじゃないか。知ったこっちゃないし。名誉毀損で訴えるぞ。ちょうどいいわ。あんたらにはいびりの件で慰謝料を請求する予定だったし、とことん戦いましょう。証拠もないのに勝てると思ってるのか。私は最初からあんたらに仕返しするために奴隷奉公してたのよ。それで証拠を一つも押さえてないと思う。まさかよく聞くボイスレコーダーを仕込んでたのか。ご名答。音声はもちろんリビングにはカメラも仕掛けてあったから映像もバッチリあるわよ。盗撮だ、盗聴だ。私は自分の日常風景を記録してただけ。そこにあんたらが勝手に映り込んで殴る蹴るの暴行を加えたんでしょう。リビングでは何をやったっけ。毎日顔を合わせるたびに殴ってたからもう覚えてない。バットやムチを楽しそうに振り回すあんたらの姿がたくさん映ってるわ。やばい、それはやばいぞ。服で見えないところしか殴ってないけどこれはまずい。今すぐ捨てろ。もう手遅れよ。すでに病院に行ってしっかりと診断書も取ったし、映像は警察に提出して傷害罪で被害届を出してるから。嘘だろ。あんたら親子はもうすぐ塀の中に行きます。冗談じゃない、そんなのごめんだ。ま、初犯扱いだろうから猶予がついてすぐに出てこれるんじゃない。本当か。その後は支払い時刻が待ってるけどね。は？さっきも言ったでしょ、2人にそれぞれ500万ずつの慰謝料を請求するから。俺と母さんで1000万。なんだそのふざけた金額は。私がそれだけの苦痛を受けたってことよ。あとあんたにはナオの養育費も毎月5万支払ってもらうから。なんで俺があんなごくつぶしのために。あなたの感情に関係なく、ナオはあなたの子供だから。悪いのは女なんて産み上がったお前なのに。子供の性別はあんたのオタマジャクシの生殖体の違いで決まるんだけど。え？私は男女どちらでもよかったし、ナオは私の人生で一番の贈り物だと思ってるから、あんたを責めたりしないけどね。すました顔してるのが目に見えるようでムカつく。今ならあんたら親子にとびっきりの笑顔を向けられそうだわ。まさかお前ごときにここまでコテンパンにやられるなんて。じゃ、贅沢を覚えた豚が貧乏暮らしをするのは大変だろうけど頑張ってね。待て。何？母さんがお前に謝りたいって。結構毛だらけ、猫灰だらけ。は？泣き落としもすがりつきも不要だからブロックしちゃおっと。じゃあね。え、ちょっと、おい、ちょっとくらいすがりつかせろよ。後日だ。その後私は即行離婚届を提出。元夫と元姑は間もなく傷害罪で逮捕されました。二人は猶予がつきすぐに出てきましたが、多額の慰謝料、養育費の支払いにてんてこまい。前科持ちはまともに就職できず、元夫は日中はコンビニ、夜は夜間工場でバイトをして、元姑は山のような内職に日々追われながら暮らしているんだとか。さらにご近所さんからは、あそこは嫁に犬の餌を食べさせる家とひそひそされて距離を置かれているそうです。あ、そういえば彼らが食べてた A5 ランクステーキですが、実は私がスーパーで買った半額の中国産肉とすり替えて
本物は私が夜中にこっそり焼いて食べてたりいなかったり。さて、私はというと、娘が実家の犬と離れたくないと言ったことから、両親と同居することになりました。この3ヶ月、いろいろと心配をかけたので、これからは娘のケアと両親への親孝行を最優先にして、楽しく暮らしていきたいと思います。単身赴任先で女遊びなんてご立派だこと。何の話？とぼけないでよ。私とユキを放置して好き勝手生きてるくせに。俺は毎日仕事しかしてないよ。忙しくて飲みに行く暇すらないし。私だって毎日小さな娘の世話をして家事して、こんな窮屈な生活は耐えられない。産後うつってやつか。あ、いや、もう1歳だから違うのかな。ユータのせいだって言ってるの。俺？あんたのモラハラのせいで限界よ。何かした？普段は家にいないくせに、1ヶ月に一度帰ってきてはああだこうだ文句ばかり言って私を追い詰める。部屋が汚かったりしたこと？足の踏み場もなかったから一緒に片付けしようって言っただけじゃん。私だって一生懸命やってるの。だからってこれだけでモラハラって言われるのはさすがに。使えない嫁だとか罵ってくるし、怒鳴ったりビンタしてきたり。え？帰ってくるたび怖い思いをする。そんなことしてないけど。 LINE に証拠が残るからってしらばっくれないでよ。してないものはしてないし、あまりにも被害者ぶりすぎじゃないか。は？ユキが生まれたばかりで単身赴任になってしまったのは申し訳ないと思ってるけど、あれこれ好き勝手やってるのはそっちだろ。どういう意味？ユキを母さんに預けてよく出かけてるらしいじゃないか。それが何？母さんは体が弱くてよく熱を出すって話もしたよな。そんなに無理させてないって。それに気分転換しなくちゃやっていけないんだもの。その気持ちはわかる。でも暴力振るわれたとか嘘ついてまで俺に文句言ってくるのはなんで？嘘じゃない。じゃあ仮にそれが本当だとして、リコはどうしたいの？別れたい。ちょっと待ってくれよ。ユータのことだから同意してくれないってことは分かってる。だから娘と二人で心中します。樹海に行くから探さないで。落ち着け。ユキに何かしたら許さないぞ。私の娘よ。二人の子だろ。一度話し合おう。今すぐ家に帰るから。私はもう家には戻らないわ。離婚届はテーブルに置いておくから、帰ってきた時に提出して。樹海に行く気なのに離婚届は出すのか？あなたと籍を入れたままあの世に行くのは嫌だから。リコが何かの理由で離婚したいならちゃんと話を聞くから待ってくれない？理由なら伝えたでしょ。あんたは認めないようだけど。そうやって嘘をつかれると他に何かあるようにしか思えないんだけど。めんどくさい。そういうところが執念深くて怖いの。いいから私たちのことは放っておいて。リコ。それから何度メッセージを送っても既読すらつきませんでした。俺はユータ、37歳。愛する家族を置いてちょうど1年前に単身赴任生活を送ることに。妻のリコは一回り年下でまだ28歳。最初は別居生活を寂しがっていたのですごく申し訳ない気持ちでした。しかしだんだんと会話も少なくなって今のようなありさまに。彼女が言うような暴言や暴力は一切していないのにどうして？家までは新幹線に乗っても2時間はあるので、とりあえず母に連絡してみることに。すると驚きの事実を知ることになるのです。10分後。母さん、大変なことになった。リコさんのこと？あ、なんか聞いたの？さっきまでうちに来てたわよ。もじもじしてるからどうしたのか聞いたら、ゆうたさんと離婚しようと思ってますって言うのよ。他には？理由を聞いたら泣き始めて、なんかよくわからなかったわ。あいつ、俺と離婚できないなら樹海でユキと心中するとか言い出したんだ。嘘。でも本気で言ってるわけじゃないとは思う。離婚届を提出しろって言ってたから。心中はただの脅しだろう。でも心配でいても立ってもいられないよ。一体何があったの？
俺にもよくわからない。急に離婚したいって言い出して。理由とかは？した覚えもないモラハラをでっち上げられてわけわかんないよ。モラハラができるほど家に帰ってきてないでしょ。要するに寂しいってことじゃないかしら。そうじゃないんだ。俺と何としてでも別れたいみたい。暴力を振るわれたとか嘘をつくし話にならない。いつからあんな精神不安定になってたんだろう。うちに来るときはいつもニコニコしてたけどね。そういえばユキをよく預けに来るって言ってたけど、どれくらいの頻度だった？決まって毎週日曜の10時に預けに来てたわね。毎週？さすがにそんなだとは思わなかった。母さんも体調とか大丈夫？子育てなら慣れてるから心配いらないわ。にしても週一は少し疲れるけど。一体何の用で毎週出かけてたんだろう。ママ友会があるって言ってたわね。それはおかしい。保育園にも預けてないのにどこでママ友なんて作るんだ。今はネットとかもあるでしょ。あんたの方が若いんだからそれくらいわからないの？ネットだったらなおさら週一なんかじゃ合わないよ。あらやだ。そしたらあれしかないわね。あれ女の勘がピコーンできちゃった。還暦すぎても女の勘は発動するのか。この愚足め。気づいちゃったんだけどね、リコさんって普段あまり香水とかつけないタイプよね。俺の前ではつけてたことないな。やっぱり。それなのに毎週日曜は決まってジル・スチュワートの香水をつけてた。どうしてブランドまでわかるんだ？こないだ青い新作が発売したの。お母さんもまだまだ現役だからね、チェックしなきゃ。そっか。冗談よ。知り合いの娘さんが教えてくれたの。たまたまその香りに似てたから。ブランドはどうあれ香水をつけてるのは気になるな。要するに樹海に行くっていうのは浮気相手の家に行くってことなんじゃない？やっぱりそういうことなのかな。これはもたもたしてられないわ。ユキちゃんを浮気相手に取られるわけにはいかない。俺も真実を突き止めたいけどどうしたらいいんだ。どこにいるかまるでわからない。連絡は？帰ってこない。失踪されたようなもんだ。そしたらホイホイ作戦で行こう。何それ。私に考えがあるわ。翌日、リコ、ブロックはしてないから通知でメッセージは見てるんだよな。離婚してやりたいのは山々だけど緊急事態なんだ。たった今母さんが心臓発作を起こして亡くなった。金銭のやり取りもしないといけないから返事をしてほしい。お母さん死んだの？まだ樹海に行ってなかったんだな。ユータが文句を言わずに離婚してくれるなら心中しなくて済むから。そっか。それでお母さんの話だけど本当のこと？だって昨日まで元気そうだったけど。どうやら離婚の話を聞いてショックだったみたいで発作が起きたらしい。体弱いって言ってたものね。訃報を聞いて新幹線で駆けつけて今東京着いたところ。これからご対面だ。それで金銭の話って何？母さんのことよりもやっぱりそっちが気になるか。だってもうあの世に行っちゃったんでしょ。それなら騒いでも無駄じゃない？それはごもっともだけど。本題を早く言ってよ。一応まだお前とは夫婦関係にある。だから母さんの保険金1億を分ける必要があると思って。1億？まだ60代だったから保険料が安かったしかけられるだけかけてたんだ。それを2人で分けるってこと？そしたら5000万受け取れるの？そうなるね。嘘？やば。ただし受け取りにサインが必要なんだ。直筆でないといけないから一度帰ってもらわないといけない。そんなめんどくさい工程があるのね。本人確認的な意味もあるんだよ。その場でお金はもらえるの？さすがに大金だから後で振り込みになるけど、サインがないとそれもできない。じゃあすぐにサインしに戻るわ。よろしく。弁護士さんと待ってるよ。数時間後。わざわざサインしに来てくれてありがとうな。もうこれでユータとやりとりしなくていいんでしょ？ああ、
離婚届はちゃんと出しておくよ。ええ、もう連絡してこないでね。これから樹海に行くんだろ。俺も一緒に行くよ。何言ってんの？黙って離婚するなら心中しないって。違う違う、樹海って浮気相手の家って意味。え？もともとそういう隠語として使ってたんだろ。心中なんて最初からする気ないくせに。ちょっと何言ってんの？タクシー止まったけど、もしかしてもう樹海着いた？ついてきてるの？そりゃそうだよ、浮気相手の家を特定するために呼んだんだから。どうした？早くタクシーから出てきなよ。最低。それはお前だ。追及されたくないからって自殺をほのめかすなんて最低だろ。帰って。いいや、浮気相手とも話をしなくちゃいけないし、ユキの親権は俺がもらう。離れて暮らしてたくせに今更何？それはお前たちが安心して暮らせるよう、給料が安定した仕事を続けるために離れたんだ。いい人ぶって何なのよ。俺はいつでもいい夫、いい父であるように心がけたよ。何がいけなかった？私に寂しい思いをさせた。月一で帰ってたし、毎日ビデオ通話してたよな。それを最初に断るようになったのはそっちだぞ。通話と実際に会うのとじゃ違う。だからって浮気していい理由になるかな。お前がやったことをユキに言える？一歳なんだから言っても理解できないわよ。論点をずらすな。お前がタクシーから降りないなら家のインターフォンを押すよ。何号室？言わない。遠山君には迷惑かけたくない。遠山ってまさか俺の部下の？ゆうたが一度家に連れてきた時にいいなって思ったの。彼は私と年も近いし、ユキを可愛がってくれるって言うから。ふざけてんな。私よりもユキのことを考えてみて。あなたは37歳、あの子が小学校に上がった時にはおじいちゃんじゃん。地位の範囲広いな。授業参観の時に周りの父親より年いってたらかわいそうじゃない。それで俺が同情するとでも？遠山くんならかっこいいし、自慢のパパになれると思う。略奪結婚したパパが自慢？すごい世界線だな、それは。あなたには理解できないでしょ。だから作戦を立てて自然と別れようとしたのに。あれのどこが自然だよ。モラハラとか心中とか怖いワードばっかり出してきて。それほど私も追い詰められてたのよ。もういい。遠山の部屋はわからないけど、 LINE は知ってるから連絡する。なんて連絡する気？責任を取るように言うよ。まず慰謝料を請求する。これはリコにも、あと会社にも報告するかな。そんなことになったら私たちの生活がどうなるか。あ、でも保険金5000万があればなんとかやっていけるわ。まだそんなこと言ってるの？母さんはピンピンしてるし、1億の保険なんてかけてないよ。え？じゃああのサインは？おびき出すためだって言っただろ。マジでそれだけのために呼び出されたの？なんなのよ、こんなことしていいと思ってんの？人の人生壊しておいて何言ってんだ。全く反省してないようだから、慰謝料は高くしてもらうよ。弁護士さんに相談するか。ごめんなさい、これも全部ユキのためなのよ。魚でしてるのわかんないかな。じゃあどうすればいいの？素直に反省して親権を渡して、慰謝料と養育費を支払う。そしたら黙って離婚するよ。その時点で黙ってないじゃん。逆腹を受けたって訴えてもいいんだよ。自殺を匂わせたり、やってもないことを押し付けたりするのは精神的苦痛を負わせたと言っても過言じゃないし。うなっても解決しないよ。どうする？わかったわよ。遠山くんは302号室だから彼に請求して。秒で裏切ってて草。もう最悪。後日談。リコを無理やりタクシーから降ろし、302号室へ直行。部下の遠山は青ざめて土下座をしていましたが、容赦しません。俺は弁護士を連れてきていたので、すぐさま慰謝料等の話を進めました。結果250万の慰謝料を双方に請求することに。リコはそんな貯金もなかったので、遠山が立て替えたようですが、どうやら関係が怪しくなった模様。
俺たちの離婚は成立したのに、二人は再婚しないようです。会社でも大騒ぎになり、遠山は自主退職、リコは親権を失い、養育費も払っていかないといけないので、今後は支払いのことだけを考える人生になりそうですね。俺はユキを引き取り、赴任先で一緒に住むことになりました。周りの力を借りながらも、今は父親としてできることをこの子にしてあげたいと思います。やっと退院できたのに、あんたに預けた娘がガリガリじゃない！お姉ちゃん、いつ退院したの？今朝よ！萌ちゃんがどうかした？どうもこうもないでしょ！意識もないみたいだし、何をしたのよ！私は何もしてないけど？たった1ヶ月でここまで痩せるなんてありえない！まだ5歳なのよ！かわいそうに！何言ってるの？萌ちゃんならお兄さんが迎えに来たよ！は？シンジが？いつ？お姉ちゃんが入院した3日後くらいだったかな。義妹に迷惑かけるわけにはいかないって引き取りに来たの。だってシンジは長期出張だから無理だって。だからさやかに預けたのよ。私もそう聞いてたけど、出張は全て他の人に代わってもらったって言ってたよ。どういうこと？萌ちゃんはどこにいたの？自宅よ。病院から戻ったらリビングで倒れてて、すぐに救急車を呼んだの。今はまだ病院。無事なの？わからない。お医者さんは最善を尽くすって言ってくれたけど。なんでこんなことに？どうしてシンジが迎えに来たことを教えてくれなかったのよ。お姉ちゃんは手術を控えてたし、余計な心配をかけたくないから、退院まで黙っててほしいってお兄さんに言われたの。でも私がたまに萌の様子を聞いたら元気だよって返事してたよね。あれはごめん、そういうように頼まれてて。何なの？二人して私のこと騙したんじゃない！私はさやかを信じて萌を預けたんだよ。わかってる。でも萌ちゃんにとってもパパと一緒にいる方がいいって思ったんだもん。そうかもしれないけど。ごめんね。あ、いや、私こそごめん。こっちの都合で預けたのに、さやかを責める資格なんてなかった。その信頼を裏切ったのは私だよ。悪かったと思ってる。さやかだって3歳の子がいて大変な時なのに。萌ちゃんは私にとっても大事な姪っ子だもん。それに困った時はお互い様だし。シンジに連絡してみる。あ、ちょっと気になることが。ん？萌ちゃんを連れて帰る時に話し方っていうか態度が気になったの。どんな？なんだろう、冷たいっていうか乱暴っていうか。私の前じゃ娘にメロメロのパパって感じだったけど、私の勘違いならいいんだけど、今は萌のことしか考えられない。私も祈ってる。ありがとう。翌日。今 LINE 気づいた。萌入院したって。大丈夫か？出張先で充電切れて気づかなくてごめん。何言ってんの、しらじらしい。あんたがやったんでしょ？え？萌は自宅で倒れてたのよ。ご飯も与えずにこんなになるまで放置するなんて、それでも父親なの？何言ってるんだよ。さやかちゃんが預かってくれてたんだろ。は？それを申し訳ないとか言ってシンジが引き取りに行ったんでしょ？言ってないよ。だって出張ばかりで家にいないんだから、萌の世話するのは無理だって言ったよな。いやだから、出張は他の人に代わってもらったんだよね。それは無理だよ、人手不足なのに。待ってよ、さやかから聞いた話と全然違うんだけど。さやかちゃんは俺が引き取ったって言ったのか？そうよ。なんでそんな嘘。でもさやかが預かってたんだとしたら、うちの家に入れたのっておかしくない？いくら妹だからって合鍵まで渡してないもん。確かに。でも萌は自宅にいたんだよな。リビングで倒れてた。げっそりよ。お医者さんは極度の栄養失調だって。なんてことだ、かわいそうに。まだ目を覚まさないの。助かるんだよな。先生は様子を見ましょうとしか言わない。萌から話を聞ければ、何が本当か誰が嘘をついてるのかわかるのに。早く目を覚ましてほしい。あの子の笑顔が見たい。俺もだよ。とりあえず病院に行くから。来ないで。なんでだよ。今はさやかもあなたも信用できない。どちらかが萌をこんな目に遭わせたの。それがわからない以上、
萌えに近づかせるわけにはいかない。俺は父親だぞ。さやかだって私の妹よ。二人とも大事な人だった。数日前までは。信じてくれないのか。信じたいよ。でも私の気持ちも分かってほしい。そうだよな、分かったよ。とりあえず萌えが目を覚ましたらすぐに教えてほしい。ごめん、それもできない。本気で言ってんのか。もし萌えの意識が戻ることで不都合な人間がいるとしたら何か仕掛けてくると思うから。疑われるって辛いな。萌えを守るためなの。分かったよ、また連絡する。数時間後。萌えちゃんはどう？まだ目を覚まさないの？お母さん、萌えに何かあったらどうしよう。きっと大丈夫、あなたが信じてあげなきゃ。一人で不安なら飛行機取ってすぐに行くわよ。大丈夫、お父さんも入院してるのに甘えてられないよ。 LINE 読んだわ、大体の事情は分かったけど、しかし変な話ね。シンジとサヤカのどちらかが嘘をついてる。今回のことに関係あるかどうか分からないんだけど、少し気になったことがあるのよ。何？3ヶ月くらい前かな、サヤカに電話したことがあってね。うん。その時に男の人の声が聞こえたのよ。それはサヤカの旦那さんがいれば当然のことじゃ。何言ってるの？あの子を離婚してるでしょ。だからおかしいと思って。え？まさか知らなかった？今初めて知った。半年くらい前かしら、さやかの旦那さんから突然荷物が届いたの。離婚して実家に戻りました。父が作ったお米です。今までお世話になりましたってお手紙が入ってた。律儀な人、穏やかで優しい人だったものね。それですぐにさやかに離婚のことを聞こうとさやかに電話したのよ。そしたらあの子、旦那が帰ってきたからまたかけるわってすぐに切って。おかしいわよね、帰ってくるはずないのに。離婚のことを隠そうとしたってこと？まだ離婚のショックから立ち直れてないのかなと思って知らないふりしてたんだけど、いつになっても言ってこないし。どうして隠すんだろう。そうこうしてるうちにあなたの入院だったでしょ。だから気にはなってたけど、そのままになってしまって。確かに変な話ね。あ、ごめん、先生に呼ばれた。萌えの検査結果が出たみたい。また連絡して。数日後。二人とも、ちょっといいかな。なんでこの三人なの？萌えのことか。だったら俺に直接言えばいいのに。あなたたち、私に何か言うことない？別に。俺も特にないけど。そう、わかった。じゃあこちらから言う。なんだよ。あんたら浮気してるよね。何を言い出すかと思えば。さやか、あんた離婚してたんだって？それが何？理由は？関係ないでしょ。元旦那さんと話したの。勝手なことしないでよ。ある日突然理由も言わず離婚切り出したそうね。突然嫌いになることだってあるでしょ。小さな子供もいるし、離婚は避けたいって何度も説得したけど無理だったって言ってた。それが何よ。でもね、家の近くで何度かシンジを見かけたっていうのよ。身内だから顔出すこともあるかと思ってたそうだけど、よく考えるとおかしいって。出張のお土産とかもらってたから。シンジはそんなこと言ってなかった。普通言うよね、さやかちゃんに会ったよって。隠す時点でおかしい。考えすぎだから。シンジと一緒になりたかったのね。は？何を言い出すんだよ。妻の妹に手を出すわけないだろ。そうじゃないといろんなことの説明がつかないの。勘でそんなこと言われたらたまったもんじゃない。そうよ、証拠があるならまだしも。あるよ。え？嘘だな。嘘じゃない。出すところに出せば確実に私が勝つ。美月、ごめん。確かに何度かさやかちゃんと関係を持ったけど気持ちはないんだ。俺が大事なのは美月と萌えだけなんだよ、信じてくれ。は？今の何？愛してるって言ったよね。本気になられて困ってた。旦那さんと離婚までした時は怖くてたまらなかったよ。いつか一緒になろうねって言ったじゃない。
あれくらいのことは男だったら誰でも言うだろう。萌えとは離れられないって言うから、私はあの子を消そうとしたのに。まさか子供に手を出すなんて思わなかったんだよ。ありがとう、二人とも自爆してくれて。え？本当は証拠なんてないの。騙したの？ひどい。黙りなさい。あんたに人を責める資格はない。だいたいどうして私がお姉ちゃんの子供なんて預からなきゃいけないのよ。妹として信頼してたからよ。あなたなら安心して任せられるって思ってたのに裏切られた。あの子にはうちにある米粒一つあげるのも嫌だったわ。うちの娘が残した残飯を喜んで食べてたのよ。なんてひどいことしたんだ。こんな女と関係を持ったのは誰なのよ。俺は関係を解消したつもりだし、さやかちゃんも分かってくれたと思って、萌を預けることになった時も安心してたんだ。それがこの結果よ。萌はどうなった？意識を取り戻したわ。よほど怖い思いをしたのね。私に抱きついて離れなかった。かわいそうに。なんだ、持ち直しちゃったか。さやか、どうやってうちに入ったの？萌を連れてきたんでしょ？鍵は自作できるのよ。ネット見れば載ってる。じゃあ俺のを勝手に。終わった後必ずぐっすり寝ちゃうでしょ。シンジ君ってそうだよね、お姉ちゃん。あんたおかしいよ、狂ってる。私は旦那とも離婚したの。でもシンジ君はお姉ちゃんと離婚しようとしなかった。萌のせいよ。あれが邪魔で邪魔で仕方なかったの。でも私の入院は突然だったよね。あれはチャンスって思ったね。別に接触する機会はあったし、やろうと思えばいつでもできたんだけどさ。あんたも母親でしょ。よくもあんなことできたね。子供ってさ、ママママが口癖じゃん。それで元旦那が母親と引き離すのはかわいそうって置いていっただけで、別にいらないんだよね。信じられない。どうせならシンジ君の子が欲しいんだもん。どうしてシンジが引き取りに来たなんて嘘をついたの？だって最低な父親だってことになれば、お姉ちゃんの方からシンジ君を捨てるでしょ。そこまで考えてたのかよ。お姉ちゃんどうするの？妹と浮気するような旦那だよ。いるの？いらないの？いるわ。は？本当はヘドが出るほど嫌いだし腹が立ってる。でも今手放せばあんたが喜ぶわけだよね。だったら渡さない。待ちなさいよ。普通そこはいらないって離婚するところでしょ。普通じゃなくてごめんなさいね。それにこれはシンジを苦しめるためにも必要な決断なの。え？いい？今後私は一生あなたを軽蔑し続ける。当然萌の前では仲良しのパパとママよ。でも二人の時は話しかけないで。ただ浮気は許さない。その時はこのことを会社にバラす。待ってくれ、そんな結婚生活嫌だよ。辛いでしょうね。地獄だと思うわ。でもやってもらう。なんて女なの。あんたに関しては刑務所に入ってもらう。シンジは面会に行かせない。もう会えないね。寂しいね。待ってよ、萌は生きてるんだからお咎めなしでしょ。心に深い傷を負った。到底癒せる傷じゃない。私はそれを一生かけてケアしていかなくちゃならないの。命が助かったからはい終わりって問題じゃないのよ。子供なんだからすぐ忘れるわ。逆よ、子供の頃についた傷は一生残るの。あんたがぶん投げたコップで私のおでこには未だに消えない傷があるのと同じ。うちの子供はどうするの？まだ3歳なのよ。さっきなんて言ってた？シンジの子じゃないなら別にどうでもいいんでしょ。でもこのことは元旦那さんにも報告する。親権も変更することになるわね。子供に会いたがってたからきっと喜ぶと思うわ。私だけ何もかも失って、あんた全部元通りで不公平すぎるんだけど。どこが元通りよ。萌はあの頃のように笑えないし、私はこんなクズと生活を続けなきゃならないの。私はあんたを絶対に許さないから。私も一生恨んでやるわ。でもね、やっぱりたった二人の姉妹じゃない。だから刑務所に入ったら
お手紙を書いてあげる。シンジとモエとの生活がどんなに楽しいか、3人でどんなところに行った後か、全部教えてあげる。そんなもの読まないわ。いいえ、読むはずよ。外の世界から遮断されると人との接触を欲するようになるはず。どんな手紙でもいい、外の様子が知りたい。その欲望にあんたは勝てない。そして読んで絶望するのよ。それを繰り返させてあげる。最低の人間ね。あなたには遠くを呼ばない。私は言うこと聞かない5歳押し付けただけ。裁判でそう主張するし、刑務所なんか入るわけがない。そうだといいけど、こっちも全力で戦うわ。お母さんも隣で応援してくれてる。え？萌えの意識が戻ったって言ったら飛行機で来てくれたの。泣きながら怒ってる。お母さん。二度と会わないそうよ。今後は冠婚葬祭にも顔を出すなって。そんな。シンジ、しばらく萌えに付き添ってあげたいの。洗濯物溜まってるからよろしく。あと、いつ退院してもいいように毎日掃除機かけといて。俺仕事が。え、なんか言った？やります。シンジ君逃げて。そんな女と一緒にいたらおかしくなっちゃうよ。でも逃がさないし、逃げられないための秘策はあるの。何なんだよそれは。それはお楽しみ。でも逃げようとしたら人生終わるから気をつけてね。もう終わったようなもんだ。シンジ君迎えに来て。私待ってるから。後日談。さやかを迎えに来たのはシンジではなく警察でした。懲役8年。その間シンジを思い続けてたら褒めてあげましょうかね。シンジは逃げようとしませんでした。まあそうでしょうね。アメリカまで行かせて体内に GPS 機能付きのマイクロチップを埋め込んだんですから、逃げるのは無駄だと気づいたのでしょう。萌えは3人での生活に安心したのか、徐々に元気を取り戻しました。ランドセルも買って小学校入学を心待ちにしています。たまにシンジはトイレで吐いたりしてるようですが、一家の大黒柱なんですから、健康には気をつけてまだまだ長生きしてもらわないと。私は毎月妹へ手紙を書いています。シンジを許すことにしました。そして来年には萌えに弟ができます。私に触れることも許されないシンジとの間に子供なんてできるはずもなく、当然嘘なのですが、この手紙を読んだあいつの苦しむ顔が目に浮かびます。あと16年、萌えが大学を出るまでこの生活を続けます。ご心配には及びません。私はとっても幸せですから。来月の結婚式キャンセルしたいんだけど。え、なんで？最近のたかし、いつも忙しいって冷たいから。ごめん、来月の式までに仕事を片付けたくて。今が一番気分の盛り上がる時なんだよ。なのにいつも仕事仕事って。ごめんな、結婚式の後は少しゆっくりできるから。そう言ってもう随分デートもしてないよ。じゃあ明日はご飯を食べに行こうか。明日はお父さんと式の打ち合わせでしょ。ああそうだった。お父さん社長で、たかしは後継ぎだから結婚式に仕事関係の招待客が多いもんね。まあその分お金を出してもらってるから我慢してよ。それはそうだけど、ミオンが好きなデザイナーのドレスも注文しただろ。キャンセルしたらあのドレスも着られないよ。デザインが思ってたのと違った。この間は素敵って。もう着たくない。え、80万もしたのに。とにかくキャンセルしたいの。 CM タレントのキララと同じティアラもつけられないよ。あれは素敵よね。そうだろ、宝飾店に無理言って借りるんだから。でももうキララは好きじゃない。大ファンだったろ。もういいの。借りるの大変だったのに、レンタル料48万だぞ。そうやってすぐ金額を言う。知らないよそんなの。招待状も送ったし、今からじゃキャンセル料も戻ってこないんだよ。たかしのそういう現実的なところが嫌い。
招待客も400人だぞ。私側は100人くらいだもん。それにさ。それに何？カナに嫌味を言われた。カナって総務の鈴木さんのこと？本当は私がタカシと結婚したかったってカナが言うの。なんでそんなことを言うんだろう。タカシ、カナと何があったの？いや、何もないよ。私が次期社長のタカシと結婚するのはずるいっていうの。鈴木さんってそういうこと言う人だっけ？カナをかばうの？そうじゃないよ。私よりカナを選ぶのね。違うって。鈴木さん、ミオに嫉妬してるんじゃないか？タカシ、カナと浮気してるんでしょ？絶対にそんなことないから。そんなの信じない。鈴木さんとは仕事でもあんまり接点はないし。タカシの嘘つき。とにかく結婚式は取りやめね。ちょっとミオ、考え直して。ミオ、今いい？何？さっき父さんと結婚式の参列者の打ち合わせを済ませたから。結婚式はキャンセルって言ったでしょ。まずよく話し合おうよ。嫌だ。明日の夜会おう。時間を作ったからさ。明日の夜はエステの予約だから。それキャンセルしてよ。せっかく取った予約だよ。お願いだよ。会って話をしようね。どうせカナと浮気してるんでしょ。今日鈴木さんに確認したけど全くの誤解だって。カナと辻褄を合わせたんだ。違うって。鈴木さんはミオに嫉妬して言っただけで、僕を好きなわけじゃないって。嘘よそんなの。本当だって。鈴木さんも婚約者がいるんだってよ。言い逃れでしょ。だからミオに謝りたいと言ってたよ。二人の関係をごまかすためでしょ。本当に僕と鈴木さんは何もないんだって。そんなの信じない。そうやって浮気をごまかすんでしょ。とにかく明日会おう。会って話をしよう。やだ、顔も見たくない。ミオ、頼むから会ってくれよ。ミオ、お願いだから会って話をしよう。いや、もうタカシには会わない。このままちゃんと話もしないで結婚式を取りやめて別れるなんてひどすぎるよ。もう別れるのに会っても無駄。式を取りやめるにしてもちゃんと理由を聞きたいんだ。だからタカシの浮気、式の取りやめはタカシの責任よ。俺と鈴木さんは何もないって。浮気したくせにそうやってすぐ嘘をつく。ミオは俺を信じてくれないんだな。嘘をつくタカシなんか信じられない。じゃあ聞くが、今どこにいるんだ？だから今日はエステよ。エステってホテルでやるのか？え？何言ってんの？いつもの駅ビルの店じゃないんだな。駅ビルのエステよ。部屋の中には男と二人っきりで。何わけわからないこと言ってんの？ゴージャスホテル605号室。何のことよ。相手の田中文也は半年前に営業部に入った契約社員だよね。なんで知ってるのよ。ミオがちゃんと説明しないから調べたんだ。ひどい。私のことを疑って。理由もわからずに結婚式をキャンセルできないだろ。勝手に調べるなんて、あんたってクズね。仕事関係も随分招待してるんだ。会社の信用にも関わるからね。あんたのそういうところが嫌。あんたって本当に現実的で夢がないのよ。夢がないってどういうことだよ。何かというと仕事、お金ってそればっかりで本当につまらない男。夢はあるさ。いずれ親父の会社を継いで3000人いる社員を幸せにすること。はあ？それが夢？バカじゃないの？バカってなんだよ。だってただお父さんの会社を継ぐだけじゃない。その何が悪いんだよ。夢がしょぼいわ。夢っていうのはね、世界を変えるようなことを言うのよ。世界を変える？なんだそれ。フミヤはね、世界を変える夢を持っているの。あんたと違ってね。は？彼東大卒でしょ。
いずれは海外で活躍して世界を変える仕事をするの。それでなんでうちの会社にいるんだよ。うちは住宅メーカーだぞ。海外へ行くための資金稼ぎよ。そんなのもわかんないの？だから夢がしょぼいの。それでフミヤは世界中の困っている人を助けるのよ。いずれはタイムとかに世界の100人で乗るの。はあ、そりゃすごいな。でしょ？だからね、私もフミヤを助けて一緒に海外に行くんだ。ミヤも海外に？アメリカとかヨーロッパとかおしゃれな国に行って世界を救うのよ。すごいでしょ？おしゃれな国で世界を救う？それに比べてたかしのくだらないこと、そんな夢雑魚よ。雑魚って会社を継ぐのだって大変なんだぞ。そんな出来上がってるものを継ぐなんて面白くもなんともないじゃない。仕事は面白いとかそんなことじゃないんだ。第一おしゃれじゃないんだよね。おしゃれでなくてもミオに贅沢させられるだろ。贅沢なら実家でもさせてくれるもん。それよりも私は夢が見たいの。夢じゃ生活はできないんだよ。私はね、フミヤと一緒に夢を見たいの。田中君は俺とミオが婚約していることを知ってるのか？知るわけないじゃん、入社したばかりだもん。そっか、わかった。わかってくれた。じゃあ結婚式はキャンセルね。その代わり慰謝料やキャンセル料請求するからな。またお金？せこいな。いいよ、パパに頼むから。ねえ、やっぱり結婚しよう。は？何言ってんだ。だってフミやったら来月には海外協力隊でアフリカに行って井戸を掘るって言うんだよ。世界中の困ってる人を救いに行くんだろ。アフリカなんてダサいわ。海外って言うからもっとおしゃれな国だと思ってたのに。おしゃれじゃない国の方が困ってる人は多いからな。東大卒なんだから普通もっとすごいことするでしょ。アフリカに行って井戸を掘るのだって十分すごいと思うけどな。フミヤがまさかそんなダサいこと選ぶと思わなかった。だからタカシと結婚してあげる。いや、もういいや。もういいって何？せっかく私が結婚してあげるって言ってるのに。招待客には全部連絡したし、もうお前に興味ないし。興味ないってひどい。お前さ、気づいてないの？何が？田中くんが急に海外に行くことになった理由。なんか突然メンバーに欠員が出て行けることになったって。え？まさか。海外協力隊はうちの会社も資金協力してるんだよね。だからちょっとお願いしてみた。何それ、私と田中くんに嫉妬したのね。ひどい。ひどいのはどっちだよ。いきなり結婚式キャンセルしてこっちは仕事にも影響が出て大損害なんだぞ。分かってるのか？ならキャンセルをキャンセルしますって連絡すればちょうどいいじゃない。俺はミオのわがままでちょっと世間知らずなところが可愛いと思ってたんだよな。可愛いと思ってるなら結婚しよう。可愛いじゃなくて単なる世間知らずのバカだったんだな。バカって何よ。結婚する前に分かってよかったわ。もういい、タカシと結婚なんかしてあげないから。後悔しても知らないよ。絶対に後悔しないわ。それから今回のこと全部そっちの親に知らせるから。え、ちょっと待って、それは私から話をするから。ミオのお父さんとは仕事上の付き合いもあるからきちんとさせないとな。それはいいの、もう話してあるから。どうせ俺が浮気したとか言ったんだろう。それは図星だな。パパがちゃんと仕事とプライベートは分けるって言ってたから大丈夫。嫌だよ、俺が信用なくすだろ。お願い言わないでよ、パパ怒ると怖いんだから。知るか。それに慰謝料とかキャンセル料お前には払えないだろ。え、本気で請求するの？当たり前だろ。ドレスだのティアラだの指輪だの高いものばかり選んだのはお前だろ。だっておしゃれなものにしたいじゃない。他人の金でおしゃれね。お金あるんだからそっちで払ってよ、お願い。ミオのパパもお金持ちだろ。やだ、怒られちゃうよ。
原因はお前にあるんだから請求はきっちりさせてもらう。ねえ、お願い謝るから。パパものすごく厳しいのよ。今さら謝っても無理だわ。たかしのこと愛してる、だから許して。俺愛してないから。未練くらいあるでしょ。未練なんかすでに1円もないから、もらうもんはもらっておく。せこいよ。せこくて結構。そうしないと会社経営なんてやれないからな。ねえ考え直してよ。今日弁護士が書類送ったから明日には到着する。お願い、パパに感動されちゃう。自業自得だろ。追い出されたら生活できなくなっちゃうよ。お金がなくても夢のある生活を送ってくれ。お金がないと生活できないよ。これからどうすればいいのよ。頑張って夢を叶えろよ。たかし、愛してるからごめんなさい。その後美桜は父親に監督されて家を追い出された。当然居づらくなって俺の会社も辞め仕事を失った。今まで俺やパパから金をむしり取った末路だな。ざまみろ。美桜は友人宅を頼ったらしいが、誰からも相手にされず夜の街で仕事をしているらしい。俺はといえば親戚の紹介でお見合いした相手と今度結婚する。地味だけど経済観念のしっかりした女性で、今二人で楽しく会社のために働いている。あいつと結婚せずに本当に良かったです。早く結婚式乗っ取る計画立てよ。圭吾くんはいつ暇？6月まであと2ヶ月しかないから、早くカレン用のプランに変更しなきゃだよ。遠藤さん？もういつもみたいにカレンちゃんって呼んでよ。送る相手間違えてませんか？間違えてないよ。早く圭吾くんに会いたいな。あ、そうだ、私のドレスの試着もしなきゃだよね。圭吾くんにつきまとってる勘違い女、名前なんだっけ？まゆみ？あの女デブだから私のドレスはワンサイズ小さくしなきゃだよね。ねえ圭吾くんは何色が好き？ピンクかな。やっぱり彼はピンクが似合うよね。じゃあピンクにしよう。明日の仕事中にこっそり試着してこよう。仕事中に試着とかできるの？大丈夫大丈夫、フィッティングルーム片付けますとか言えば余裕よ。それにこのくらい大胆じゃなきゃ結婚式乗っ取りなんてできないでしょ。そうだね。ところで結婚式乗っ取るってどういうこと？もう忘れたの？カレンと約束したでしょ。あの女との結婚式を乗っ取ってカレンとの結婚式にしようって言ったでしょ。ああそうだったね。圭吾くん、まさか酔ってる？あ、いやちょっと。やっぱり。まあ実はカレンもお酒飲んでるんだけどね。圭吾くんがあの女といると思ったらムカついてやけ酒してるんだからね。責任取って会いに来なさい。いや今は会社の人といるから無理だよ。ブンブン、そんなこと言うとお兄ちゃんに言いつけちゃうぞ。カレンちゃんのお兄さんに？そう、お兄ちゃんに言ったら圭吾くん大変なことになるんだからね。とにかく早く会って結婚式のお話もしようよ。けどプランとか変えるとお金かかりそうだから、今仕事を頑張るから会えないかな。そんなの私がちゃっちゃとお値段も書き換えれば豪華な式が安くできちゃうよ。そんなことできるの？大丈夫大丈夫、うちの結婚式場のオーナーちょろいから、ちょっと色目使えば余裕よ。あ、でも勘違いしないで、圭吾くんとのためなんだからね。私はずっと圭吾くん一筋だよ。ありがとう。ああもう反応薄い。ごめん。それより早く私たちのことあの女に言ってよ。早く別れて。じゃなきゃカレン泣いちゃうからね。落ち着いて、とりあえずこのことは今度話そう。また連絡するから。仕方ないな、約束だからね。絶対絶対絶対約束してよね。私の名前は真由美、
6月に愛する彼ケイゴとの結婚式を控えている26歳です。先ほどやり取りしていたのは私たちのウェディングプランナーの遠藤カレンさん。どうやら私とケイゴを間違えて連絡してきたようなのですが、その内容は見逃せるものではありません。でも長年一緒にいたケイゴが浮気をするとは信じられない。これは何か裏があるのかもしれない。そう思いケイゴに話を聞いてみることにしました。すると思いもよらぬ真実が分かったのです。遠藤さん、こんにちは。佐藤様、お疲れ様です。どうなさいました？ご相談の日程変更でしょうか？いえ、違います。ではプランの変更などでしょうか？引き出物や料理の変更でしたら LINE でお伺いできます。演出の変更でしたら直接お越しいただきたいのですが。そうですね、変更はドレスをピンクに、サイズはワンサイズダウン、演出も少し変えます。それと料金もかなり安くできるんですよね。よろしくお願いいたします。え？あれ？何か間違えてますか？どういうことでしょうか？昨日遠藤さんがおっしゃってたじゃないですか。何のことでしょうか？あ、これって遠藤さんと敬語の挙式の計画でしたかね？え、それは私全部知ってますよ。は、何のこと？あなたが誤爆して全部話してくれましたよ。え、嘘！ LINE 見返してください。うわ、本当だ。でもそれなら話が早いよね。早く敬語さんと別れて。まずウェディングプランナーとしてあるまじきことをしているって理解してますか？何が悪いのよ。私は好きな人と結婚しようとしてるだけじゃない。ケイゴはそもそも私の婚約者です。そんな人に手を出すこと自体がおかしいですよね。仕方ないでしょ、一目惚れしたんだもん。初めてあんたとケイゴくんが式場見学来てビビッときたの。これは運命だと思ったのよ。しかも仕事を聞いたら大企業ユニバーサル株式会社に勤めてるんだもん。もう完璧。私のものにしなきゃ気が済まなかったの。それで敬語に言い寄ったんですね。言い寄ったなんて言い方しないで。敬語くんは私の魅力に気づいてくれたの。プランの打ち合わせの時も私の目をずっと見てくれてて熱い視線送ってくれたもん。そりゃ人の話聞いてる時は目を見るのは普通ですよね。違うもん、あれは私に恋した目だったもんね。あなたはそういうところに気づかないから女としてダメなのよ。そんなことありません。ふん、でも圭吾くんは答えてくれたもん。圭吾くんはあなたを捨てて私と結婚してくれるんだもん。それは圭吾がそう言ったんですか？そうよ、圭吾くんは私のもの。認めたくないのね。これは圭吾くんの本心だもん。そんな、やっと分かってくれた？さっさと諦めて圭吾くんと別れなさいよね。圭吾はそんなことしない。私はまだ認めないから。私は圭吾を信じてる。信じてるって言ってもね、普通に考えればあんたみたいなおばさんより若くて可愛い私の方がいいに決まってるでしょ。さっさと引っ込め、おばさん。圭吾の口から聞かない以上私は信じないから。おばさんにいいことを教えてあげる。この世には絶対なんてないの。そして美しいものが勝つの。そろそろ負けを認めたら？絶対カレンさんの化けの皮剥いでやる。やめた方がいいよ。そんなことしたら圭吾くんが会社での立場なくすことになるんだから。それはどういうこと？よくぞ聞いてくれました。実は私には17歳年上のお兄ちゃんがいるの。そのお兄ちゃんがなんとなんと圭吾くんの上司なのです。圭吾くんの会社を聞いてびっくり。まさかのお兄ちゃんと同じ会社だなんて。妹で溺愛してるお兄ちゃんに言えばきっと会社での立場なくなるよ。なんたってお兄ちゃんは社長の右腕なんだからね。そんなこと許されないわよ。はいはい、さっきからうるさいな。遠藤さんには絶対敬語は渡しません。はいはい、渡さなくて結構。もう私のものだから。今日も敬語さん帰り遅いでしょ。私と会うのよ。楽しみ、ついに今夜。この後もカレンからの敬語はお前が嫌いなんだ別れろなどの LINE や電話が鳴りやみませんでした。それに加え
私の自宅や会社に嫌がらせの張り紙や何十通もの手紙が入っている日が3日ほど続きました。さすがに私の私生活に影響を及ぼしてきたのです。体調不良が続き、外に出ることが怖くなってしまいました。そんな私を心配した慶吾が今回の真相を話してくれたのです。それを聞いた私は彼への怒りがふつふつと湧き上がってきました。そろそろ彼にはきちんと制裁を受けてもらわないとですね。いい加減嫌がらせやめてもらえませんか。慶吾くんと別れたらやめてあげる。まだそんなこと言ってるんですか。私は慶吾と別れるつもりはないので、慶吾もそう言ってるわ。本当にお上際が悪い女。もう慶吾くんのことお兄ちゃんに言ってクビにしてもらうから。ほらほら、早く別れないと慶吾くんに迷惑かかるよ。そのことだけど無理よ。そもそもあなたのお兄さんは確かに慶吾の上司だけど、社長の右腕ではないの。は？何言っちゃってるの。あなたに何がわかるのよ。私はお兄ちゃんから直接聞いてるのよ。多分あなたのお兄さんが見栄を張って嘘ついたのね。何を根拠にそんなこと言ってるのよ。話せば長くなるんだけどいいかしら。もったいぶらないで早く言いなさいよ。慶吾にあなたが送った LINE 見せてもらったわ。は？あんた勝手にスマホ見るなんて最低ね。勝手じゃないわよ。もちろん慶吾の了承を得てね。私があなたからの嫌がらせで体調を崩した時、慶吾が本当のこと話してくれたの。その時 LINE もすべて見たわ。え？嘘でしょ？本当よ。一言一句すべて見せてもらった。だからあなたが慶吾に会社をクビにされたくなかったら私と付き合ってって言ってるの知ってる。しかも断ったら婚約者がどうなってもいいのって言ったみたいね。それって立派な犯罪よね。うるさい。それとお兄ちゃんが嘘ついてるって話にならないでしょ。まあまあ話には続きがあるのよ。これを見て慶吾は社長に直談判しに行ったの。そんなことでクビにするような上司がいるなんてありえないからね。そしたらびっくり、実はその社長さん私の幼なじみのお兄さんだったのよ。こんな偶然あるのね。しかも彼の右腕として働いてるのが私の幼なじみ。世間って狭いわね。え？あれ？さっき社長の右腕ってあなたのお兄さんって言ってたわよね。私の幼なじみは二人兄弟だから妹はいないし。あれ？何かおかしいな。嘘？じゃあ本当にお兄ちゃんが嘘ついてたってこと？じゃあお兄ちゃんって一体？慶吾の上司でもただの平社員ね。クビにする権限なんてないわよ。そんな、じゃあ慶吾くんは私のものにならないの？そうね。というかもともとなるつもりなかったって言ってたわよ。あまりにも私に何かするって言ってくるから下手に断れなかっただけだって。じゃあ慶吾くんは私と結婚してくれないの？ええ、あなたと結婚することはないって言ってたわよ。じゃあもういい。慶吾くんなんかあんたにくれてやる。私に振り向かない男なんていらないもん。ほんと失礼すぎる。もう連絡してこないでよね。ちょっとこれではい終わりってなると思ってる？慶吾くん返すんだからもう終わりでしょ。そんなわけないでしょ。あなたには慰謝料を請求します。は？慰謝料？私別に浮気なんてしてないんだから払う必要ないでしょ。迷惑料、名誉毀損、誹謗中傷の慰謝料よ。私への嫌がらせの100万、私の会社に嫌がらせをしたことで会社から200万、それとあなた慶吾にも嫌がらせしてたみたいね。ストーカーまがいのことしたとか。だから慶吴にも慰謝料100万。はっ、そんなに払えない。なんでよ。私はただ好きな人私のものにしたかっただけなのに。私の好きな人奪ったあんたが慰謝料払いなさいよ。奪ったというかそもそも私の婚約者なの。それとこんな非常識な方がいるところで結婚式あげたくないから、事の経緯をすべてあなたの上司に話してキャンセルのお願いをした。え、待って、会社に話したの？もちろん。人の婚約者に色目使うようなプランナーなんてありえないでしょ。こういうことは早急に話しておかないとね。だからずっと上司から電話来てたんだ。もし事実なら解雇させますので、どうか式のキャンセルは
今一度ご検討いただけませんでしょうか。って言われたわよ。嘘、嘘、嘘。解雇なんてやだ。私、ウェディングプランナーが夢だったの。こんなことで解雇になったら、もうこの仕事できないじゃん。お願い、謝るから会社に誤解だって言って。夢だったのにこんなことしたあなたの責任でしょ。ちゃんと自分がしたことを反省することね。ねえ、やだよ。お願いします。許してください。仕事もなくなってお金も払うなんて無理だよ。せめて会社にだけは勘違いだったって言ってよ。いやよ。だって他に被害が出たりしたら大変だからね。もうこんなことしないからお願い許して。仕事解雇されても慰謝料はきっちりと払ってくださいね。内容証明はご実家にも送っておきますね。絶対逃げないでくださいよ。本当にごめんなさい。もうしないから許してよ。助けてよ。この後式場から彼を解雇にし、迷惑料として式代の4分の3を負担するので、こちらで挙式してほしいと連絡が来ました。警護や両親たちとも相談して、式場には不満はないので予定通り挙式をすることに。カレンとは分割で慰謝料を支払うという話で落ち着きました。噂によるとカレンは仕事が見つからず、昼夜問わずアルバイトをしているんだとか。あのピチピチだった見た目は見る影もなく老けてしまったそうです。あの時嘘をついたお兄さんは部署異動になり、警護とも疎遠になったと聞きました。私と警護は先日結婚式も終わり、現在新居探しに勤しんでいます。なぜ我が家にフィリピン人の方がいるのでしょうか。あれ、もう帰ってきたの。スマホ忘れたから営業の途中で寄った。 LINE してくれたら持ってったのに。だからスマホ忘れたって。あ、そっかそっか。で、なぜうちにフィリピン人の女性がいるんですか。家政婦さんだよ。家政婦？うちはいつからそんな富豪になったの。大げさね。今の時代、家事代行サービスは働く女性の味方なのよ。君、働いてないよね。家事も仕事でしょ。その仕事である家事を委託したら君は何をするの。何しよっかな。おいおい、だいたい払えるわけ。今時みんな使ってるのよ。大丈夫よ。じゃあそんなに高くないってことだな。よかった、安心した。週に 2,3 度来てもらって12万くらいかな。12万？ちょっと驚きすぎ。いや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 、12万は高すぎるだろう。マウってさ、家事だけは苦手じゃん。日常生活全般に難ありだけどな。我が家の食品ロス問題も結構深刻なわけよ。食べきれない量買ってきて使い切る技術がなくて結局腐らして捨てるからね。そうそう、家政婦さんならそんなことないと思うの。だから食費が相当浮くと思うのよ。12万も食品ロスしてんの。それにね、英語も話せるらしいから子供の英語教育にもいいらしいのよ。よくない？うち子供いないよね。そのうちできるでしょ。まだミヌクの英語教育の心配は置いておこうか。あとね、アイロンとかお洗濯もしてくれるの。何度かあなたのシャツ焦がしたじゃない。あれだけでも節約になると思うの。アイロン途中に他のことやりだすからでしょ。焦がされたくないから今俺がやってるよね。そっか。あ、あとはね。もういい、すぐに解約して。なんでよ。うちには分不相応です。必要ありません。パパだったら家政婦雇ってもいいって言うんだけどな。でもマウの実家は家政婦さんなんていなかったろ。私のためだったら雇ってくれるよ。じゃあお父さんに相談してみようかな。やめてよ、勝手にパパと話したら許さないから。前から思ってたけど、俺をマウの実家から遠ざけようとしてない。うちはうち、実家は実家でちゃんと分けなきゃ。俺も土日なるべく手伝うからさ、二人で頑張ろうよ。
どうしても困った時は単発で頼めばいいじゃん。何も月額にしなくても。分かったよ。お別れが寂しいな。今日からって言ってたよ彼女。別れを惜しむほど接してないでしょ。3分あれば友達になれちゃうの。そうですか。寂しいな。妻のマウは天然と呼ばれるタイプの女性です。今までもいろいろとやらかしてくれたのですが、本人に悪意がないため厳しく怒ることもできず、また惚れた弱みもあり全て許してきました。しかしついに取り返しのつかないことをやらかし、衝撃の事実が発覚するのです。大変なの。どうした？お腹の中に虫がいるの。は？もぞもぞ何か動いてるの。どういうこと？虫とか食べてないんだけどな。虫は食べないだろう。どうしよう。病院行ってきたら。何か？とりあえず内科でしょ。わかった、行ってくる。結果わかったら連絡して。この間のキャベツかな。あんまり洗わなかったから虫ついてたのかな。違うと思うよ。早く病院行っておいで。行ってきたよ。どうだった？虫じゃなかった。でしょうね。人間だった。小人さんだったとか言うなよ。じゃなくて本当の人間、赤ちゃん。え？5ヶ月だって全然気づかなかった。嘘。やった。うわ、めっちゃ嬉しい。マウありがとう。うーん、嬉しくないの？私に育てられるかな。大丈夫だよ、最初はみんな初めてなんだから。観葉植物も枯らし、金魚も育てられないのに。金魚と一緒にするのやめようか。一緒に頑張ろうね。そうだね、頑張ろう。あれ、ちょっと待って、5ヶ月？うん、結構大きくなってるみたい。先生が今まで気づかなかったの？ダメだよって笑ってた。俺が中国から帰ってきたの3ヶ月前だよね。そうだね。5ヶ月前は日本にいなかったよね。そうだね。俺の子じゃないよね。そうなるかな。誰の子？わかんない。え？マウもわかんない。わかんないじゃ済まない問題だよ。でもわかんないんだもん。え？ちょっと待って、わかんないほど身に覚えがあるってこと？誘われたら断れないんだもん。いや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 、結婚してるんだよ。それ浮気だよ。それくらいわかるよね。でもマウが好きなのはてっちゃんだよ。そういうことじゃなくて、好きな人がいるなら余計にダメだよ、そういうことしちゃう。でもね、買い物とか行くじゃん。そしたら声かけられてね。なぜかみんな優しくしてくれるの。ご飯もおごってくれるのよ。すごくない？それは君をどうにかしたいからだよ。でも私が返せるのは体くらいしかないし。なぜそうなる？だからこの子のパパ、わからない、ごめんなさい。嘘だろ。どうしたらいい？俺も頭が混乱してて。マウはワクワクしてる。赤ちゃん楽しみ。聞くの怖いけど、ざっと何人くらいなの？本当にわかんない。50人くらい。50人？嘘だろ。もっとかも。俺がたった3ヶ月中国に行ってた間に？ううん、前からだよ。え？結婚した時から？ううん、結婚する前からだよ。頭がクラクラしてきた。ちょっと信じられない。どうやって断ればいいの？それがわかんないんだよ。ホテル行こうって言われたら、ご飯も食べさせてもらったし断れないじゃん。そのご飯に行くのをやめればよかったんじゃ。マウが断るとその人は一人でご飯食べるのよ。マウもてっちゃんいなくて寂しかったし、
一人が辛いのはすごくわかるから。本気で言ってる？マーは天然だって思い込んでたけど、もしかして違うんじゃないの？この仕打ちはあまりにもひどすぎるよ。マーは天然とは思ってない。みんなが言うだけだもん。何も嘘はついてないよ。ごめん、ちょっと整理できないわ。しばらく実家に帰る。どうして？今日はお祝いにケーキ買ってきたのに。自分の子じゃないのに祝う気になんかなれないよ。やだ、帰ってきて。ごめん。体調はどう？やっと連絡くれた。元気だよ。お腹がもどもど動くくらい。そっか。いつ帰ってくるの？もう帰らないと思うよ。なんで？たまたまだけどさ、取引先の人と部活の話になってね。うんうん。部活が弓道だったって話で盛り上がって。うんうん。高校どこだと思う？まさかのマウと一緒の高校だったんだよ。え？いやー、びっくりしたよ。野原玲子さん覚えてる？いたかな、そういう人も。仲良かったらしいじゃん。あー、玲子ね。思い出した。マウバカだからすぐ忘れちゃう。もうやめろよ、天然のふりは。え？うちの妻が天然で迷惑かけたでしょって言ったらさ、まだ天然の芝居してるんですかって笑ってたぞ。どういう意味かな、わかんない。俺がマウの天然エピソード話して聞かせたら、事実と違いすぎてさすがに心配になったみたいで全部教えてくれたよ。なんて？まず君は天然じゃない。どちらかというとしたたかで気が強い。てっちゃん、ずっと一緒にいてどう思うの？レイコの言うこと信じるの？今思えばおかしい点はいくつもあった。披露宴を固くなに拒絶したよな。二人だけでチャペルするのが夢だったの。仲のいい友達も少ないし。それから君の実家に俺を絶対に近づけない。おばあさんの葬儀だって行かせてもらえなかった。マウはママとソリが合わないの。マウとパパが仲良しだから、ママは焼いてるのかも。本性がバレるからじゃないか。だから実家に近寄らせなかったんだろ。ひどい。本性って何？動画見せてもらったよ。動画？同級生の子蹴ったり、おとなしそうな子に暴言吐いたり、天然キャラと素をコロコロ変えて笑い取ってるやつも。玲子が持ってたの？君は学年のボスみたいな存在で、マウを怒らせると高校生活が終わるって恐れられてたらしいな。そんなの嘘だよ。7年前まであんなことしてたやつが数年でここまで変わるか。すっかり騙されたよ。あー、もうめんどくせえな。騙される方も悪いでしょ。ついに本性出しやがったな。そろそろ潮時だとは思ってた。天然キャラ疲れるんだもん。だろうな。よく2年も演じられたな。前は何でも許してくれてたのにさ。最近じゃ家政婦の件もダメだったし、子供の件もダメだった。稼いでるくせにケチだしさ。あんたなんかもう使い物にならないわ。いいね、どんどん言えよ。溜まってたんだろ。子供できた時はさすがにやばいって思った。どうしても日にちが合わないんだもん。あと 4,5 ヶ月で生まれちゃうでしょ。あれ、5ヶ月前いなかったけどなーってなるじゃん。やっぱりすぐバレたし、甘かったなー。誰だって気づくだろ。私に惚れてるから許して育ててくれるかなーと期待したのよ。だから天然で突破しようとしたけど、まあさすがに無理か。何が面白い？面白いでしょ。何やらかしても許してくれるアホ旦那とか。で、相手は誰なの？あなたの知らない人。ちなみに50人は嘘よ。そんなにしてたら体が持たない。じゃあそいつんとこ行けよ。無理なのよ、妻子ある人だから。めちゃくちゃだな。どこのドイツだよ。だから言えないんだって。じゃあお父さんから聞き出してもらおうか。は？なんでパパ？
俺よりももっと長い間お父さんを騙してたんだもんな。なんでそんなこと知ってるの？お母さんに電話したんだよ。お母さんも君のことが苦手みたいだね。ママはどうでもいい。パパにだけは言わないで。お母さん、何度もお父さんに言ったんだってね。マウはあなたが思っているような子じゃないって。それを言うとお父さんは怒るから何も言えなくなったって言ってたよ。パパは私の唯一の味方なの。じゃあ今回のことだって味方してくれるんじゃないの？そんな不死だらな娘って思われたくない。俺がいない間に妊娠してた。この客観的な事実で信用せざるを得ないと思うよ。可愛いマウちゃんは終わりだね。お願いよ、やめて。パパの悲しむ顔は見たくない。パパパパうるせえな。俺だってこれ以上ないくらい傷ついてんだよ。ごめんなさい。離婚だけはしないで。パパが悲しむ。孫を抱きたいって楽しみにしてるの。見せてやれるじゃん、5ヶ月後に孫をさ。夫の子じゃないなんて言えない。こんなこと知られたら家に入れてもらえなくなる。パパは女の子らしくておとなしい私が好きなの。妊婦だからって容赦しないぞ。慰謝料もきっちり払ってもらう。無理よ。性格の不一致で離婚したことにしよう。パパに言わないでくれたら慰謝料はパパに借りてこっそり払う。ほんとどこまでもずる賢い女だな。だってお金が欲しいんでしょ。私は実家に戻るし、あなたはお金がもらえる。金じゃない、お前に償わせるためだ。養育費なんか請求しないから、このままあなたの子ってことにして。お願い。もう弁護士に相談済みだよ。嫡出否認っていう手続きができるらしい。ほっとくと俺の子になってしまうからな。冗談じゃないよ。今までは何でも許してくれたじゃない。マウが困ったら俺が助けるって言ったでしょ。本当に妊娠のこと俺なら許すって思ったの？思ってた。舐められたもんだな。甘やかしすぎたかな、俺も。もう一度だけマウを許して。もうやめてくれないかな。相手の男に慰謝料請求したいから早く名前と住所吐いちゃって。あ、今お母さんにここまでの LINE のスクショ送ったから、そろそろお父さんが見てる頃だと思うよ。嘘でしょ。生まれてくる子はまっすぐ育つといいな。俺には関係ないけどさ。じゃ、早速お父さんに連絡すると、驚きながらも信じてくれましたが、お母さんが言ってたことが正しかったと後悔していました。妊娠中のマウを突き放すことはさすがにできなかったようですが、浮気相手の情報を差し出す代わりに自宅の敷地内にある倉庫を改装して済ませてやることにしたそうです。お父さんのおかげで浮気相手にも慰謝料の請求ができました。今頃マウは愛するパパから遠ざけられ、大きなお腹を抱えて小さな小屋で寂しく辛い妊婦生活を送っていることでしょう。愛する妻が一旦まさか憎しみの対象になるとは夢にも思っていませんでした。もう天然には懲りました。次は普通の女性と幸せになりたいです。ごめんなさい、実は私人妻で子供もいるの。え、嘘でしょ。プロポーズの返事がこれ？でもあなたを愛していたのは本当よ。だからプロポーズはとても嬉しかった。結婚してるって今まで言わなかったよね。だって聞かれなかったから、聞かれたらちゃんと教えたわ。聞かれなくても教えてくれよ。付き合おうって言ったのまさきだし、絶対に別れたくないって言ったのもまさき。言い出せないでしょ。俺が悪いみたいに言うなよ。結婚しているって知っていたら付き合わなかったよ。愛しているのは本当なのよ。だから私も辛いのよ。だけど一緒にはなれないってことなんだろ。一緒になりたいわ。でもそのためにはちゃんとけじめをつけないとならないでしょ。本気でそう思ってくれているの？当たり前よ。だけど夫と別れるのは簡単じゃないの。ご主人には話をしたの？300万。は？別れるなら慰謝料として300万あなたに請求するって。そうなのか。300万なんて無理よね。だからあなたとは一緒になれない。悲しいけど我慢するわ。300万か。
36歳ラーメン屋バイトでポラアパートに住んでるおこじょみたいな貧乏人だから無理って夫には言ったのよ。何もそこまで言わなくても。私必死でお願いしたの。でもね、夫は弁護士だから払わないなら裁判を起こすっていうの。弁護士なの？そうよ。だから法律に詳しくて私じゃ太刀打ちできないの。弁護士のご主人がいるのになんで僕と付き合ったの？まさきを愛してたからに決まってるでしょ。夫は10歳も年上で私にクレジットカードも渡してくれないの。裸手羽ネズミのようなやつと一緒にいることがもう耐えられない。じゃあ300万渡したら離婚することができるんだね。でも大金だもの、無理でしょ。あゆみがそんなひどいやつと一緒にいてほしくない。お金は用意するよ。お金用意できるの？どうやって？お金のことは大丈夫。それよりちゃんとけじめをつけて僕たちは一緒になろう。無理しなくてもいいのよ。私は裸手羽ネズミの元でこれまでも耐えてきたからもう慣れてしまったわ。これからも我慢するし。あゆみに我慢なんかさせたくないよ。僕が300万払うから一緒になろう。嬉しい。払ってくれるのね。じゃあ私の口座番号を教えるね。あゆみの口座番号？ご主人じゃなくて？私の口座も夫に管理されているの。だから私が使えるわけじゃないのよ。そうなの？私が自由にできるお金なんかほとんどないんだから。その割にはブランド品いっぱい持ってるよね。あれは結婚前のものよ。もしかしてまさきは私を疑うの？え、そういうわけじゃ。私を信じてくれないのね。悲しい。そんなことないよ。あゆみの口座番号を教えて必ず振り込むからね。ありがとう、まさき。僕の名前はまさき、36歳、ラーメン屋でバイトをしています。あゆみとは1年前に店で出会い、それから交際をしていました。ラーメンを食べる姿が豪快なのと、笑った顔が素敵に惹かれて付き合っていました。いつかは彼女と結婚して子供を持って、僕は2人の将来のことまで真剣に考えていました。彼女もきっと同じ気持ちだろうと思い切ってプロポーズしたのですが、このざまです。僕は彼女の何を見ていたんでしょう。まさかこんなことになるとは。ショックです。しかもあゆみはその後もとんでもない要求をしてきたのです。300万払い込んだけど、いつから一緒に暮らせるかな。それがそううまくいかなくて。なんで？離婚できるんだろ。夫がまだ許してくれないの。なんで？浮気していたんだから私にも慰謝料払えって言い始めて。え、いくら？それが200万なの。だって専業主婦だったのにそんなに請求する？慰謝料請求は当然の権利だって言われて。でも財産分割とかしてもらえばそれで支払えるんじゃないのか？それが弁護士事務所をやっていて、ほとんど事務所のお金で個人資産はないっていうの。え？だから私が慰謝料を払うなんて無理。別れてもお金がないと生活できないし。あゆみと一緒になれると思っていたのに。200万私の代わりになんて無理だよね。この間の分と合わせたら500万だよ。お金払ってくれたらまさきと一緒になれるのにな。あゆみ、あのね、散々サラリーとか行くとすぐにお金貸してくれるんだって。でもあんなところは金利が高いだろ。私と金利どっちが大事なの？え、そんなこと言われても。私いいお嫁さんになるよ。毎晩美味しいご飯を作ってあげる。でもな、夫がね、今日中に払えないなら私とは一生離婚しないっていうの。あんな奴と一緒にいるのは嫌だよ。まさき、助けて。あゆみは本当に僕と一緒になりたいの？当たり前でしょ。まさか私を疑うの？そんなの悲しいよ。私が嘘を言ったことある？あるでしょ。え、いつよ。結婚していることを言わなかった。それは嘘じゃない。聞かれなかったから黙っていただけ。お願い、私の代わりに200万を用意して。わかった、考えるよ。まさき、愛してるよ。ねえ、いつになったら振り込んでくれるの？お金は用意できた？遅すぎるって夫が怒ってるわ。今日中に払ってよ。ああ、今日は無理だな。もう窓口閉まっちゃったし。 ATM はまだ開いてるわよ。散々サラリーは24時間営業だって。そんなところでは借りないよ。払ってくれないと私は夫と一生別れられないのよ。それに
やっぱりまさきのことも訴えるって言い始めてるの。え、なんで？若くて可愛い私を奪ったあなたをどうしても許せないって。でも200万払うなら裁判はしないって言ってる。そんな。ねえ、お願い、裁判を起こされたくなければ早くお金を振り込んで。だったらご主人と僕とで一度話し合った方がいいんじゃないのかな。それは無理、裁判の準備に忙しいから。直接会って話す方がいいと思うけど。このままだと法廷で直接会うことになるわ。どうする？法廷、仕方がないな。後悔するわよ。夫は敏腕弁護士で俺の髄まで絞り取る冷血無比な人なの。弁護士がそこまで絞り取ってくるの？まさきなんてあっという間にホラーマンになっちゃうわ。裁判になると大変よ。僕も裁判は避けたかったし、知らなかったとはいえ人妻に手を出していたから300万は払ったんだよ。だからあと200万よ。それは歩みに対する慰謝料だろ。自分で払ってよ。そんなこと言わないでよ。これ以上は払わない。何よこの白状者。どうせ僕と結婚する気なんかないんだろ。え？ねえ、君は僕以外にも3人と付き合ってるだろ。あれ、なんでバレてんの？僕は本気で一緒に家庭を作りたいと思っていたんだよ。君はどうなの？あのさ、私がラーメン屋のバイトと本気で一緒になりたいとでも思ってたの？高収入弁護士を手放すわけないでしょ。そんな、ひどいよ。だって私はこんなに綺麗で若いのよ。もっと楽しみたいじゃない。でもちょっと借金作っちゃって、その穴埋めで困っていたんだけど、まさか一番貧乏人のあんたからお金がもらえるとは思わなかったわ。え？300万は私がもらった。他の男たちにも頼んだんだけどダメだった。あれは慰謝料として。私の口座だもん、私のお金だよね。300万もよく作れたわね、ご苦労様。やっぱり全部嘘だったんだね。36歳ラーメン屋のバイトで世の中を知らない底辺の貧乏人にはいい社会勉強になったでしょ。でも夫が弁護士は本当よ。だから変な真似したら訴えちゃうからね。あのさ、さっき玄関ポストに封筒を入れてきたから見てよ。は？なんで住所知ってるのよ。まさか私をストーカーしてたの？訴えてやる。ストーカーなんかじゃないよ、探偵使って調べたんだ。あんたに探偵なんか雇うお金あったの？弁護士事務所？慰謝料300万って何？僕からのプレゼント。ふざけんな、金を払うのはあんたの方よ。だから僕は被害者なんだよ。貧乏人に弁護士を雇うお金があるわけないでしょ。2、30万はかかるのよ。うん、結構高いよね。探偵の調査費用と合わせて50万以上かかりそうだよ。あんたにそんなお金あるわけない。書類を偽造したんでしょ。その請求書は依頼した弁護士が作った正式なものだから簡単に踏み倒したりはできないからね。あのさ、なんか誤解してるんだよな。俺バイト辞めて無職だけど貧乏ではないよ。そこそこ貯金もあるし。36歳でボロアパートに住むラーメン屋バイトだもの、貧乏人でしょ。それはあそこのラーメンが好きだし、引き込まらないようにだよ。は？意味わかんない。僕株のトレーダーなんだよね。でも株取引で一日中パソコン見てるとさ、誰とも会わない引きこもり生活になるんだよ。はい？だから週に2日くらいは外に出ようかなって思ってラーメン屋でバイトしてた。お金がなくてバイトしてたんじゃないの？現金だけでも3000万以上あるよ。アパート経営もしているし。ボラアパートって言うけど、あの建物は僕が大家、他に2棟アパートを経営してる。え、大家？月収は一体いくらよ？月収はよくわかんないけど、年収だと1300万くらいになるのかな。え、弁護士の夫よりずっといいじゃない。そうなの？でも部屋の中に物はないし、服だってユニクロじゃない。物にこだわりがないんだよね。ユニクロ好きだし。金持ちならもっとブランド品買わせればよかった。僕にたからなくたってご主人の収入で好きなブランドくらい買えるだろ。あいつはケチでカード渡してくれないクソジジイなのよ。それはご主人がケチなんじゃなくて、あゆみが借金してるからだろ。探偵の調査書に書いてあったよ。それはそのちょっとだけね。ちょっと？800万をちょっとっていうの？ご主人も気の毒だよね。うるさいわね。だからってカードを渡さないなんてありえないでしょ。当たり前だと思うけど。あのさ、ご主人はまだ僕のこと知らないんじゃないの？え、
それは本当に弁護士だってことには驚いたけど、ここで慰謝料請求するとご主人が裁判を起こすかな。ちょっと面倒くさいな。そうよ、面倒でしょ。だから裁判はやめておきましょう。ねえ、それならさ、もらった300万は返すから私への請求もやめにしない？やだよ、せっかく弁護士に頼んだんだから。だったら慰謝料を少し安くしてくれないかな。安くってどのくらい？3万とかどう？それなら今すぐ払うわよ。300万がなんで3万になるんだよ。じゃあ結婚してあげる。はあ？僕のプロポーズを断ったし、弁護士のご主人がいるだろ。夫とは離婚する。雇われ弁護士でまさきほど給料が良くないもん。おまけにジジイでケチだし。あゆみがこんなに腹黒い女だとは思ってもみなかったよ。美人で綺麗な私と付き合えて幸せでしょ。依頼した弁護士がご主人と知り合いだってさ、今頃連絡が行ってるよ。やだ、知らせないでよ、そんなの困る。それとあと3人の交際相手にも連絡を取ってるよ。なんでそんな余計なことするのよ。まずいわよ、今度こそ離婚される。離婚した方がご主人のためだよね。やっぱりお願い、まさき結婚して。1年間無駄な時間を過ごしたよ。もっと別な出会いがあったかもしれないのにな。そんなこと言わないでやり直しましょう。絶対に無理。腹黒ふんころがし女とはもう付き合いきれない。やっぱり裁判できっちり片をつけよう。それと警察に被害届も出すから。警察沙汰になることはしてないわよ。結婚詐欺だよ、4人分の証言があるんだからね。結婚詐欺って塀の中に入るのかな。きっと君のご主人が詳しいよね。ご主人に弁護してもらったらどう？そんなの無理、お願い、警察はやめて。離婚されたら生活できないし、刑務所行くのはもっと嫌。自業自得だよね。あとは弁護士を通して連絡してよ。待ってよ、そんなの嫌よ。ねえ、勘弁してよ、お願いよ、助けて。あゆみはご主人から離婚されました。そして他の交際相手からも慰謝料請求、警察にも捕まり、これからどうなることやら。元ご主人に裁判の弁護を泣きついたようですが断られ、弁護士を雇う費用もないとか。あゆみは外に出られたとして5人分の慰謝料や、これまでにご主人に立て替えてもらっていた借金など総額1500万くらいを支払うことになるそうです。寒い塀の中と外での借金地獄、どっちの方が楽なんでしょうね。僕はまたラーメン屋でバイトを始めました。最近新しいバイトの女性とカラオケに行ったりして仲良くなりました。これから結婚を前提に交際を申し込みたいと考えています。でもその前に結婚しているかどうか聞くのが怖くて。皆さんなら何と言って聞きますか？よかったらコメント欄で教えてください。入院ってあんた何考えてるの？こんな大事な時期に。次郎の結婚式までには治るんでしょうね。お母さんすみません、2日後の結婚式には出席できそうにないです。はあ？それでもうちの嫁なの？あなたにとって大事な義弟の晴れ舞台なのに。次郎君には申し訳ないです。ただ体調も良くなくてすぐに退院ってわけにはいかないんですよ。退院しなくてもいいから、結婚式当日だけ抜けてくればいいわ。それくらいならできるでしょ。一郎には話したんですけど、私乳がんみたいなんですよね。手術も行わないといけないので抜けるのも厳しいかと。乳がんなんて大したことないんでしょ。14人に1人はなる病気なんだから、風邪みたいなものでしょうが。何病人ぶってんのよ。なる人が多い病気だからといって軽いという考え方はやめてください。私知ってるんだからね、あんたが軽病だってこと。え？病院にパソコン持ち込んで元気にゲームしてるんでしょ。一郎から聞いたわ。一郎がそんな風に言ってたんですか？かわいそうよね、嫁が自分の弟の結婚式を軽病でサボろうとしてるなんて。そんな嫁はうちにはいらないのよ。軽病じゃないですから。一郎にはお医者さんからの話を一緒に聞いてもらったし、安静にしてていいと言われましたよ。あなたの前ではいい夫でいようと頑張ってるんでしょうけど、私の前では泣き言ばかりよ。一郎とあなたの結婚許したのは間違いだったかしらね。どうしてそこまで言われないといけないですか？私だって好きで病気になったわけじゃありません。次郎君の結婚式も楽しみにしていたし。よくもまあペラペラと嘘がつけるわね。信じられないわ。あなたがいないせいで式場の席が一つ空くのよ。みっともないでしょう。
それは申し訳ないですが、みっともないというのは理解できません。次郎の結婚式にはかなりのお金をかけてるの。向こうの家族は親族一人もかけることなく出席するのよ。それなのにうちの嫁は来ないなんて、そんなみっともないことはできないって言ってるのよ。よくわからないのですが、それってお母さんの願望ですよね。次郎くんは大好きなお嫁さんと素敵な結婚式を挙げたいだけだと思います。まあなんて頑固でわがままな子なの。母に逆らうなんてありえないわ。うちの嫁失格ね。一郎とは離婚してもらうわ。何を言ってるんですか。こんなことで離婚っておかしいでしょ。これだけじゃないわよ。あんたは一郎幸せにできてないじゃない。あの子だけ毎日せっせと働いて、あなたは家でダラダラ過ごしてるんでしょ。いい加減になさい。え、それも一郎が言ってるんですか。そうよ。一郎から黙っていてほしいって言われたから今まで放っておいたけど、もう聞いてられない。そんな話嘘ですよ。私ダラダラなんてしていません。あんたの言葉なんて誰が信じる。離婚してもらわないと困るわ。この話は次郎の結婚式の後にしましょう。このことで次郎に心配かけたくないから。お母さん、私の体の心配はしてくれないんですね。さっきも言ったけど、あんたはうちの嫁にふさわしくないのよ。そんな女のことなんてどうでもいいのよ。そうですか、わかりました。私の名前はさくら。今年で31歳になり、夫の一郎とは結婚してもう4年経ちます。私は子宮が悪く子供を産めない体をしています。ですので私たち夫婦に子供はいません。それが問題で、結婚1年目の時にも義母には別れろ別れろと言われ続けました。しかしその時は一郎が私をかばってくれたおかげで穏便に済ませることができました。そしてまた今回の騒動、私も乳がんだと医師から告げられ不安になってるというのに、義母からの散々な LINE と一郎の裏切るかのような言動に全てが嫌になってしまいました。そんな時に義母からありえない要求の LINE が届いたのです。次郎の結婚式は無事に終わったわ。完璧とは言えないけどね。なんでだと思う。私がいなかったからですか。そうよ。一郎が別の女性を代わりに連れてうちの嫁ということにしといたからどうにかなったけど、席が空いてたら恥をかくところだったわ。別の女性、それはどういうことですか。会社の後輩を誘ったんですって。あなたと違って可愛くていい子そうだったわよ。私にも低姿勢でね。ああいう子が本当の嫁になってくれたらいいのにね。そういうこと言っちゃいますか。無事に終わったからって私はあんたを許そうだなんて思ってないからね。責任を取ってもらおうと思ってるわ。責任？どうやってですか。今回の結婚式の費用全額あんたが払いなさい。はい、意味がわからないのですが。向こうのご家族も出してくれるって言っていたんだけど断ったわ。うちの出来損ないの嫁が出しますからってね。何勝手なこと言ってるんですか。一郎と離婚するのに慰謝料は請求しないであげるわ。だから式場分だけ払いなさい。だいたい700万円ぐらいだったわ。私が慰謝料払うって時点でもうおかしいんですけど、私何かしましたか。一郎を4年間も苦しめた罰よ。やっぱり子供が産めないと分かった時点で離婚してもらえばよかったわ。そうですか、わかりました。そこまで言うなら離婚しましょう。ちゃんと式場費用も出すのよ。いいわね。ええ、わかりました。お支払いしますよ。それでもうあなた方との関係が終わるんでしたら本望です。何よその言い方。大体あんたにそんなお金があるとは思えないけどね。一郎の財布から出そうとしてるんじゃないですよね。そんなこと許さないから。残念ながらお金がないのは一郎の方ですけどね。は？何よそれ。言っておきますが、一郎は現在ニートですよ。何バカなこと言ってるの。じゃあ今の生活費はどこから出してるのよ。もちろん私が出しています。誰かさんが家でダラダラしているなんて言っていましたが、ダラダラしているのは一郎で、働いているのは私の方です。そんなの嘘よ。だってあなた平日もいつも家にいるじゃないの。それは在宅でできる仕事だからです。パソコン一つあれば私は仕事ができます。ウェブデザイナーですから。だから入院中もパソコンを持ち込んで仕事をしてたんですよ。ゲームじゃなくてね。あら、そうだったの。一郎からあなたに渡していた毎月の仕送り20万円も私の稼いだお金です。いろんな企業から仕事を受けているので少し余裕があるんですよ。いやでも一郎がいつも俺が頑張って稼いでるって言ってたわよ。一郎は半年前に仕事を辞めています。鬱っぽいとか言って急に辞めたんですよ。
それからは次の仕事も探すこともなく、毎日家でゲームやら昼寝やら。うつなら優しくしてあげなさいよ。優しくしてあげてたから今まで離婚の話が出なかったんでしょ。本当に離婚したかったのはこっちです。結局うつとか言ってるだけで、本当は元気で遊び歩いているみたいですから。うつな人でも遊びは必要なんじゃないの。本当に精神的に良くない状態なら遊びに行くのも困難ですよ。さっきあなたが言ってた結婚式に呼んだ会社の女性でしたっけ。あれも浮気相手だと思います。そこまで疑わなくてもいいでしょ。本当に会社の後輩かもしれないのに、よくもそんな決めつけて。あなた本当に一郎のこと知らないんですね。一郎の仕事は土木作業員ですよ。女性の方は一人もいなかったと聞いています。そんな変な嘘をつくということは浮気しているんだなと勘でわかりますよ。でも証拠はないんでしょ。ありますよ。多分その連れてきた女性の名前って遥香さんでしょ。一郎のスマホによく着信が来てました。着信来てたからなんだっていうの。私の前では絶対に電話に出ないし、夜に急に出かけることもあります。要件聞いてもお友達に呼ばれたとかって怪しすぎるでしょ。お母さんだってわかりますよね。確かに怪しいけど。だから離婚には賛成です。こちらには貯金がありますから、スパッと縁が切れるなら式場費用も出します。ですがお母さんに毎月支援していた20万は来月からありませんからね。そんなの困るわよ。私だってもう仕事してないんだから。それに私にはいろいろ事情があるのよ。知ってますよ。借金があるんですよね。どうしてそれを。前に一郎から聞きました。お父さんと別れた原因はあなたの浮気なんですってね。それで慰謝料を請求されて払い切れず、借金として残っているって。だから最初は15万円の支援のつもりだったんですけど、一郎がどうしても20万出してほしいって。一郎、母思いで本当にいい子ね。はあ、どこがいい子なんですか。親に似て浮気はするわ、だらしないわでどうしようもないですよ。確かに一郎はだらしないわね。そうね。だからもう少し支えてあげてほしいの。離婚はなかったことにしましょう。はい。式場費用はやっぱり向こうのご家族と二郎で折半にしてもらうわ。だからこれからもうちの嫁でいてね。手のひら返し早くありません。私はもう離婚の意思を固めました。心変わりはしませんよ。そんな困るわよ。あなたと離婚したら一郎は私にたかってくるでしょう。でも私もお金がないのにどうしたらいいのよ。二郎くん頼るしかないですね。大変だな二郎くん。二郎はしっかり者で少し厳しいから、お金を貸してくれるかどうか。っていうかお二人とも働きに出ればいいじゃないですか。それで解決です。月の支援が欲しいからって私に頼らないでくださいよ。今さら仕事を探すなんて無理よ。知りません。私にはもう関係のないことですから。離婚届はこちらで用意しておくので、一郎に病院へ取りに来るように伝えてください。それでは。待って、私たち家族でしょ。4年も付き合ってきたっていうのに見捨てるの。お願い、支援は続けて。この後一郎と貴子さんが病室に駆け込んでは土下座をして謝罪しに来ました。私が断ると騒ぎ出し、他の方の迷惑にもなっていたので看護師さんに追い出されていきました。少し時間が経ち、乳がんの手術も無事に終わり、私は実家に帰ることに。郵送で離婚届を一郎に送っているのですが、一向にサインをせずに帰ってこいとしつこく LINE が来ていたので弁護士に相談。浮気していたこともあり、すぐに離婚が成立しました。結婚式場の費用に関して私は手切れ金だと思い払うつもりでいたのですが、二郎くんがもちろん自分が払うと言って聞かず、結局私は1円も払うことはありませんでした。二郎くんには幸せになってもらいたいなと思っています。俺がいつお前と浮気したんだよ。みゆきにわけわからんこと吹き込んだろ。あきらくん、やっとあの女と別れてくれたんだね。これで私と結婚できるね。マジで意味わかんねえんだけど。はあ、アキラくんこそ意味わかんないよ。私が結婚してあげるって言ってるのよ。なんでお前と結婚すんだよ。お前はただの会社の同僚だろ。プライベートでは一度も会ったことないし。会社では毎日一緒じゃないの。それに外でもずっと会いたかったんでしょ。嬉しいでしょ。幸せでしょ。全然嬉しくないし、俺はいきなり彼女に振られて超不幸せだよ。
大体さ、アキラくんがあんな女と浮気してたのが悪いんでしょ？それを許してあげるって言ってるんだから感謝してほしいよ。浮気ってなんだよ。みゆきとはもう5年前から付き合ってるし。そんな前から浮気してたの？だから俺はみゆき一筋なの。浮気なんかしたことないし、大体なんでいきなりお前が出てくるんだよ。みゆき一筋？みき一筋の間違いでしょ？間違ってないから。あー、マジ紛らわしい名前しやがって。あー、名前が似てるからあきらくんたら運命の人を間違っちゃったのね。もうおっちょこちょいなんだから。ふざけんなよ。お前変な電波でも受信しちゃってんの？私の受信機はあきらくん専用だよ。いつでも愛の電波送ってね。永遠に送ることはねえから、そんな受信機捨てちまえ。いつも会社で送ってくれるじゃん。ミキ、愛してる、大好きってさ。その受信機壊れてるわ。俺が愛してるのはミキじゃなくてミユキ。まだそんなこと言うの？いい加減ムカついてきたんだけど。俺はムカつきを通り越して怒ってるよ。メロスより激怒してるわ。メロスって誰よ？もしかしてまだ他にも浮気相手がいるの？メロスは男だよ。太宰治だよ。義務教育からやり直してこい。アキラくんって男にまで手を出してんの？ BL なの？おっさんずラブじゃねえよ。まあお前と比べたら吉田光太郎の方が可愛いけどな。ひどい。なんでそんなこと言うの？私だよ、ミキだよ。もしかして誰かと間違えてるの？間違いであってほしいわ。アキラくんは今まで全部間違ってたのよ。私という運命の人がいながら他の女と同棲してるなんてさ、ありえない。なんでお前が運命の人なの？一度もそんな意識抱いたことないから。え、アキラくん気づいてなかったの？私とアキラくんは運命の赤い糸で結ばれてるんだよ。ここまで来たら怖いよ。ホラーだよ。貞子とかや子が同時に出てきた方がずっとマシなんだけど。Jホラーの二大ヒロインと比べないで。それはさすがに怒るよ。マジさ、何が目的なの？俺何かしたか？身に覚えがないんだけど。目的？私はただアキラくんと結婚したいだけだよ。アキラくん、愛してる、大好き。お前ってそんなやべえやつだったの？仕事上の付き合いしかなかったから全然気づかなかったわ。とにかくこれ以上わけわからんこと言ってくるんだったら訴えるぞ。お前のせいでみゆきが誤解して出て行ったんだからな。私は本当のことを言っただけだし、私とアキラくんが愛し合ってるって真実だから全然問題ないでしょ。全然真実じゃないから。てかなんでみゆきの連絡先とかお前が知ってるんだよ。この前の飲み会の時、アキラくんのスマホを見たの。わざとスマホの画面開いたままトイレに行ったよね。私に見てほしかったんでしょう。勝手に見てんじゃねえよ。それも犯罪なんだからな。恋人のスマホ見るくらい別にいいでしょ。アキラくんも私のスマホを見てもいいんだよ。見ないから。他人のスマホを覗くような趣味はねえよ。何お前ストーカーなの？本当警察に相談に行くからな。警察になんか行っても無駄だし、私とアキラくんが愛し合ってる証拠もいっぱいあるんだからね。証拠ってなんだよ。あるわけないだろ。私とアキラくんのラブラブな写真がいっぱいあるんだから。もしかして飲み会のたびに酔っ払ってくっついて写真撮ってきたやつのこと言ってる？あれなら俺以外のやつとも撮ってただろ。アキラくんが恥ずかしがるから他の人ともカモフラージュで撮ってただけなんだから。実際アキラくんとの写真以外全部消しちゃってるし。そんなの証拠にならねえよ。キスしてる写真もあるよ。お前が無理やり方にキスしてきたじゃねえかよ。マジで欧米かって思ったわ。こんな写真まであるんだし、あとは私の証言があれば十分に付き合ってるって認められるよね。俺は認めないから。アキラくんが認めなくても客観的に見たらどう考えたって関係があるって思うよね。そんな証拠捏造じゃねえかよ。アキラくんが私との関係を認めない時のために仲のいい子にも前から話してたのよ。私とアキラくんはこっそり付き合ってるって。だから職場のみんなも公認なんだよ。なんだよそれ。でも俺の仲のいいやつはみんな俺が彼女と同棲してるって知ってるから。ああ、それも私と同棲してるってことにしてるんだから。アキラくんってあんまりプライベートの話しないでしょ。だから私との関係を隠そうとしても不自然じゃないしね。だからみんなあっさり信じてくれたよ。マジで言ってんのかよ。
そういえば俺が職場でお前と話してると周りがよそよそしくなってた気が。みんな知ってるから気を使ってくれたのよ。ほんといい職場だわ。全部デタラメじゃねえかよ。もう外堀は完璧に埋められてるのよ。諦めて私と結婚しようよ。しねえよ。結婚どころか絶対に付き合うことすらねえよ。そんなこと言っちゃうんだ。私が会社でアキラ君に遊ばれて捨てられたって言いふらしてもいいよ。絶対みんな私の言うこと信じるし、会社にいられなくなってもいいのかな。完全に脅しじゃねえかよ。そこまでして何になるんだよ。私はアキラ君を手に入れるためなら何だってするんだから。初めて会った瞬間から私はずっとそれだけを考えてきたの。アキラ君は運命の人なの。私はアキラ君と結婚するって決めたの。今その準備が全部整ったのよ。絶対に逃がさないんだからね。ぶっ飛びすぎててもう頭がついていかないよ。今の会社で働き続けたいんなら私と結婚するしかないのよ。そこまでやるのかよ。私は何だってやるって言ったよね。アキラ君には他の選択肢はないの。でも絶対に後悔はさせないよ。私がとことん尽くしてあげるから。絶対に幸せにしてあげる。断る。絶対に無理だから。お前なんか絶対に愛せないから。へえ、まだそんなこと言うんだ。私は本気なんだからね。会社にいられなくしてやるから。でも安心してね。無職になっても私が養ってあげるからさ。自分で言うのもなんだけど、私の実家って資産家なんだよ。むしろ無職になってくれた方がいいか。私がいないと生きられないようにしてあげるね。やめてくれよ。どうしてそこまで俺を追い詰めるんだよ。頼むよ、やめてくれよ。もう手遅れだよ。明日をお楽しみにね。そろそろ一緒に暮らそうよ。会社辞めてもう1ヶ月だよ。無駄に貯金を食いつぶすのも限界なんじゃないの。なんでお前と暮らすの。てか連絡してこないでくれる。俺会社辞めたから、お前とはもう同僚でもない完全な他人なんだけど。もう強がらなくてもいいから。こんなご時世だし、簡単に次の仕事なんて見つからないでしょ。もうアキラ君は私と一緒になるしかないんだよ。諦めなよ。まあ再就職だとかなり条件は悪くなっちゃうからな。でも仕事のことならもう大丈夫だし、お前の世話になんかならねえよ。何？バイトでも見つけたのかしら。でもそんなんじゃ将来不安でしょ。私と一緒になったら安泰だよ。お前には感謝してるよ。やっと踏ん切りがついたからな。やっと私と結婚する決心ができた？ちげえよ。俺は前から独立を考えてたの。だいたい準備できてたんだけど、なかなか踏ん切りがつかなくてさ。でもお前のおかげで思い切って会社辞めて事業をスタートできたわ。は？独立？何言ってるのよ。俺昔からデザインの勉強しててさ、すでに副業である程度稼いでたんだよ。すでに取引先も目星つけてたから、以前よりも収入も大幅アップだよ。え？だったら私の計画は全部無駄だったってことなの？別に前の会社には全然未練ねえし、無駄な努力だったな。残念。ちなみになんとかみゆきの誤解も解けたから、また一緒に暮らしてるし。はい？何言ってるの？俺たちは5年も付き合ってんの。お前がちょっかい出したくらいで本当に別れるとでも思った？お前もしかして恋愛経験ゼロなの？略奪系レディコミの読みすぎじゃね？でもあんなに焦ってたじゃん。まあ最初は焦ったけどな。でも途中から面白がってたんだけど、こんなやべえやつとやりとりする機会とかめったにないしな。バカにしないでよ。なんなのもう。絶対に許さないんだから。それでも好きだけど、もう大好き。絶対私のものにしてやるから。何するつもり？もう何やっても無駄だと思うけどな。私とアキラ君の写真をネットにばらまいてやる。これ以上罪を重ねるなよ。俺もうお前のストーカー行為と脅しの件で警察に被害届出してるから。は？何言ってんのよ。こっちには証拠もあるんだから。私とアキラ君が愛し合ってる証拠。そんなの証拠になんねえから。それに同僚もお前の話ほとんど信じてなかったぞ。そんなわけないし、みんな信じてた。お前がやべえやつだから話し合わせてただけだよ。気づけよ。じゃあアキラ君は仕事辞める必要なかったんじゃないの？さっきも言ったろ、俺は前から独立考えてたの。
それにお前に二度と会いたくないから、あの段階で会社辞めたんだよ。それなのにお前、部屋で一人で矢神ライトみたいな表情で計算通りとか言ってたんだろう。なんなの？これじゃあ私ピエロじゃん。恥ずかしいし、もうやめてよ。やっと恥ずかしいことやってるって気づいたの？遅えよ。じきに警察が来ると思うからさ、そこでじっくり反省してくれよ。待って、警察はやめてよ。逮捕とかされたら本当にやばいから、うちの両親超怖いの。感動されちゃう。会社だってクビになるし。ねえ、もう何もしないからさ、被害届は取り下げてください。やだよ。めんどくさいし、それにちょっと甘い顔するとまたストーカー化しそうだからさ、しっかり警察で絞られてね。お願い、許してよ。私が悪かったの。どうかしてた。ごめんなさい。二度とこんなことしないから。お願いします。どうかお許しを。ねえ、無視しないでよ。その後、ミキは結局警察に逮捕されて会社をクビになり、両親からも感動されてしまったそうです。その後、ご両親から正式に謝罪がありましたが、ミキは昔からストーカー気質で、学生時代も同じようなことをしてたんだとか。また、昔から甘やかされて育ったこともあり、貯金もゼロ。なんとかバイトを見つけたものの、正社員時代ですら親の仕送りがなければ生活もできないほどだったので、すでに借金を作って首が回らなくなってるんだとか。一方、俺は仕事もすぐに軌道に乗り、みゆきにも正式にプロポーズ。今は仕事と結婚の準備で、忙しくも幸せな日々を送っています。お父さんの遺産を独り占めする気？いきなり何なの？お母さんって意外とがめついんですね。お父さんの遺産のことなら全額私に譲るっていう遺言があったのよ。冗談じゃありませんよ。相続人はお母さんだけじゃないでしょ。分かってるわ。でも、ケンタという息子がいることをお忘れですか？ボケたとしか思えませんね。ケンタにも話したけど、預貯金は500万しかないの。あなたたちに全額あげると、私もこれからの生活があるし、心もとないわ。そんなの知りませんよ。お葬式も300万ほどかかって、生命保険はそれで消えたの。何を言い訳ばかりしてるんですか？これが現実よ。あなたたちに譲るような財産はないのよ。ケチケチババアもここまで来ると見にくいですね。何なのそれは。どうしても遺産を独り占めしたいんですね。金に汚い年寄りは嫌われますよ。確かにあなたの言う通り、ケンタにも相続する権利はあるわ。そこまで言うなら、この現金の500万はケンタに渡す。それでいい？笑わせないでくださいよ。え？たったの500万で引き下がると思ってるんですか？たったのって、私にとっては大事なお金なのよ。家だって古いし、いつ修理が必要になるかもしれない。そういう時のために取っておきたかったの。あんなボロ屋なんか修理するだけ無駄ですよ。ケンタが育った家なのよ。私は守りたいわ。もう守る必要はありません。さっさと売ってください。何言ってるの。その売ったお金を私たちによこしてください。余ったお金で老人ホームにでも入居なさればいいでしょ。私はまだまだ元気よ。そのうち足腰立たなくなりますよ。その前にどうぞ。あなた、そんな人だった？人が変わったみたい。お母さんが悪いんですよ。遺産を独り占めするから。家は売らないわ。売らないと遺産相続ができないじゃないですか。私の住む家がなくなるじゃない。老人ホームが嫌ならアパートでも借りてパートでもなさったら。なんで私が70歳にもなってそんなことを。最近の高齢者はよく働くそうですよ。お母さんも見習って。余生くらいゆっくり過ごさせてくれてもいいでしょ。貧乏暇なしです。金がないなら働くんです。なんと言われても家は売らないから。そうですか。じゃあこっちも出るところ出ないといけませんね。どういう意味？ねえ、ゆり子さん。1週間後。やっぱり私たちの勝ちでした。何が？強欲ババアには法律で対抗しないとねってことで弁護士に相談してきました。え？
自分の息子に相続させないなら弁護士に頼んで家を売らせるから。どういうことなの？相続には遺留分ってのがあるんです。いくら遺言で全額妻に残すと言っても、健太は遺留分といって4分の1を請求できるらしいんです。遺産の4分の1っていうと、土地家屋で3500万、預金が500万なので約1000万ですね。そんな現金持ってないわ。だから家を売るんでしょ。そんなことできないってこの間も言ったでしょ。やればできます。頑張りましょう。せっかくお父さんが残してくれた家なの、これだけはどうか奪わないで。被害者面しないでもらえます？だってこちらは正当な権利を主張しているだけなんです。まるで私が悪いことしてるみたいじゃないですか。現金と香典を合わせて600万あるわ。これで勘弁してくれないかしら。だから笑わせんなって言ってんの。あと400万も足りないでしょうが。そんなこと言ったって、お母さんが今後どこに住むとか生活が大変だとか、そんなこと私たちには関係ないんです。健太は何と言ってるの？もちろん私に賛成していますよ。すべて任されているから私が動いてるんです。あの子まで恨むなら、たったの4000万の遺産しか残せないようなポンコツじいさんを恨んでくださいよ。お父さんを悪く言わないで。もっと現金を残してくれていれば、こんな思いをせずに済んだと思いません？私一人なら家と少しの現金があれば十分だわ。でも家がなくなるなら話は別。私不動産にも聞きました。上物は大したことないけど、立地がいいので土地が高いんですよね。やっぱり査定額は3500万で間違いありませんでした。そんなことまでしたの？ついでに老人が入れるようなアパートがないかも聞いておきましたよ。かなり田舎の方ならあるみたいです。今さら引っ越しなんて、お友達だってここにならたくさんいるのに。年寄りが集まってくだらない話をして何になるんですか？それこそ時間の無駄ですよ。どうにかならないの？お母さんが了承しないなら法律の力を使って無理やり追い出して売るまでです。いい加減観念したらどうです？困ったわ。土地も家もあの世には持っていけないんだから、しがみついていたって仕方ないでしょ。私だってそう長くは生きないわ。それまで待てないかしら？待てませんよ。明日行ってくれるならいいですけど、そんな保証ないでしょ。少し考えさせて。考える余地はありませんが、こちらも裁判になるならいろいろ手続きが必要なので早くしてくださいね。わかったわ。2週間後。いつまで待たせるんですか？いろいろと考えてたのよ。家を売る決心はつきました？いいえ。何言ってるんですか？仮に売ったとしても、あなたの取り分は0円よ。何言ってるんですか？だってあなた独身よね。は？ああごめんなさい、正式にはもうすぐ独身になるのよね。何のことですか？健太はあなたとは離婚するって言ってるの。嘘言わないでください。健太に聞いたら、あなたがやってることを何も知らなかったわよ。なんで健太に言うかな。私が健太に相談しないわけがないでしょ。私は良かれと思って、健太だって現金は欲しがると思ったんです。父親が母親に残したなけなしの財産を奪うようなことは考えていないと言ってくれたわ。そんなはずない。健太だって自分の取り分は請求すべきなんです。あなたの言っていることは法律的には正しいかもしれない。でもそれぞれ事情というものがあるのよ。その事情すら関係ないのが法律なんです。そのあなたの考え方を健太は理解できないそうよ。自分に何の相談もなしで私を責め立てたことを怒ってるわ。だからって離婚なんて。何より相続の権利を持つ健太自身がいらないと言ってるのに、なぜあなたが出しゃばるの？そりゃ夫婦は一心同体だから。考えが一致してないじゃない。どこが一心同体なのよ。健太は人が良すぎるんです。今までも私が手綱を握ってうまくやってきたんだから、ほっといてくださいよ。そのことだけど、健太のお給料もあなたが管理してたわよね。そうですけど、結婚して10年、子供もいないのに
貯金がゼロってどういうことなの？それは給料が低いから。健太は手取りで50万はもらってるそうじゃないの。生活するにはいろいろとかかるんです。健太からその話を聞いて、私の友達に調査をお願いしたの。年寄りの友達に何ができるんですか？おたきちゃんって言ってね、ここらじゃ有名だけど、あなた知らないの？知りませんよ、そんなババアなんか。あら、おたきちゃんをバカにしちゃダメよ。パソコンは若い人よりも使いこなすし、組織には数千人のメンバーが在籍してるんだから。組織？おたきちゃんの組織は世界中に広がっていて、日々いろんな情報が集まってくるらしいの。なんなのよそれ、怪しさ満載じゃない？怪しいのは誰かしらね。おたきちゃんの調査であなたのお金の使い道が分かっちゃったんだけど。え？男がいたのね。しかも金のかかる男。何の話でしょうか？26歳の売れないバンドマン、9つも年下だなんて。嘘でしょ？ライブチケットを買い占めて人に配ったり、高い楽器も買ってあげてたのね。ずいぶんと献身的なこと。ちょっと待って、なんでそんなことまで？だからおたきちゃんを舐めない方がいいってことよ。おたき何者なのよ？おたきちゃんに総理大臣が裏でこっそりと相談したりしてるって噂もあるのよ。おたき化け物すぎない？そのおたきちゃんが言うんだから間違いないわ。あなたは売れないバンドマンに健太の給料を貢いでた。さらにお金が欲しくてお父さんの遺産に目をつけたのね。売れない売れないって言わないでください。彼はきっといつかビッグになるんです。おたきちゃんはアメリカの有名ロックバンドに友達がいるから音源を聞かせたんだって。おたきの人脈どうなってんの？そしたらバッとって一言返事が来たそうよ。そんな、あなたが貢ぐのは勝手だけど、健太のお給料ってところがいただけないわね。おたきの力で彼を有名にすることはできないかしら？おたきちゃんは悪者に力を貸したりしない正義の味方なのよ。まさか健太もそのことを？当然でしょ。おたきちゃんに浮気の証拠までもらってありがたいって高い日本酒を差し入れしてたわよ。おたきめ、ババアのくせに日本酒たしなむのかよ。ワインも詳しいのよ。フランスのワイナリーもおたきちゃんにアドバイスをもらっているそうだから。とにかくおたきが恐ろしい。というわけで健太とは離婚するから、あなたと私は他人。じゃあ遺産は？入るわけないでしょ。この家は私と健太で守っていくわ。私はどうなるのよ？さあ、売れないバンドマンを支えるために働けば。この10年仕事なんかしてこなかったの。雇ってくれるところなんかない。私には働けって言ってたじゃない。あなたにもできるわ。お母様、数々のご無礼お詫びします。どうか健太さんに私を捨てないように説得してくださいませんか？よくそんな頼み事ができるわね。笑っちゃったわ。ここを追い出されても行くところなんかありません。実家はもう誰もいませんし、兄弟もいないし、天涯孤独の身なんです。嘘おっしゃい。え？ご両親はご健在でしょ。あなたはご両親からもお金をたくさん借りてて一向に返さないから絶縁されてるらしいじゃないの。まさか？おたきちゃんよ。とにかくおたきが憎い。最後まで嘘ついて同情飛行なんてとんでもない人ね。がっかりだわ。どうか許してください。私が許しても健太が許さない。それだけの裏切りをあなたはやったの。そんな。慰謝料と今まで使い込んだお金も請求しろっておたきちゃんがアドバイスしてたから、近々請求が行くと思うわ。頑張って払ってね。無職なのよ。無理に決まってる。おたきちゃんからは逃げられないわよ。頑張って。後日談。その後、健太との離婚が成立。貯金ゼロのため財産分与なしで家を追い出され、売れないバンドマンのもとに助けを求めましたが、金のないおばさんは不要と拒絶されたそうです。10年尽くした結果がこれとは哀れなものです。健太は毎月10万は貯金していると思っていたそうです。10年分で1200万の半分600万と
慰謝料200万を請求しました。どうにか見つけた働き口は結局夜のお仕事。かなり稼げるそうなので頑張って返済してほしいですね。先日おたきちゃんとランチに行ってきました。忙しい中でも友人との時間はしっかりとって息抜きを欠かさないそうです。この町におたきちゃんあり、これからも頼れる存在であってほしいと思います。